国鉄113系電車は1963年に日本国有鉄道が開発した直流近郊系電車。本校では113系の設計のベースとなった国鉄111系電車についても解説する。湘南電車には1950年代末期から1960年代初頭にかけて80系と153系が使用されていた。しかし両形式は 片開きの片側2ドアデッキ付き構造で、ラッシュ時の客扱い能力に難があり、打開策として、両開き片側3ドアデッキなし構造の、近郊系電車が投入されることになった。また、同時期には、山陽本線の三原駅広島駅間が電化され、東京口に3扉の近郊型電車を投入して、80系を、中部、関西地区へ、転出、80系転出により、 中部、関西地区の電気機関車を山陽本線の電化区間に転用することとなった。このような経緯から1962年に登場した3、扉近郊型電車が111系である。1960年に常磐専用に開発された高直流電車である401系と、その姉妹車で山陽本線、鹿児島本線用の421系の 直流専用型というべき位置づけである。1962年に開発された111系を元に新たに標準化され1 2 0ットに出力が強化され、MT54 型主電動機を用いた形式として1963年に登場したのが113系である。1963年から1982年にかけて、 約2943両が製造され、主に本州内の平坦で温暖な地域の路線で広く、普通列車から快速列車に用いられた。寒冷、急勾配路線用に並行製造された115系に対し、113系は平坦専用のため、そもそも即ブレーキやノッチ戻し制御は装備しない。JR 以降に際しては、東日本旅客鉄道、 東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、四国旅客鉄道の4社に引き継がれ、主に東海道本線や山陽本線系統など、平坦路線の普通、快速列車に運用されたが、後継形式への置き換えによって2007年に、JR 東海で、2011年に、JR 東日本で、2019年に、JR 四国で運用を終了した。 2019年4月時点では JR 西日本に132両が在籍し、主に普通列車に運用されている。国鉄分割民営化後から2020年現在までの在籍両数車体は3、扉セミクロスシートで401.2421系の構造が踏襲されている。全面形状は153系のうち1961年度以降製造された。 高運転台タイプと同じ構造である。戦闘車前面のホロー枠が7 0ー、mm、トと支出しており、戦闘車の車体長は1 5 3系や4 0 1系の1 9 5 7 0ト、mm、ルに対し、1 1 1系では1 9 5 0 0、mm、トルと短くなっている。全消灯は、落成時点では、大型タイプで、後に全面強化工事と平成で、 小型のシールドビームに改造された車両もある。車体塗装は緑2号と機関色のツートンカラーである湘南色が踏襲された。遠方からでも153系統の識別が可能なよう、窓周りの機関色の範囲が広くなり、下部の緑2号は前頭部にも伸ばして、前小頭の下方から貫通ホロの下まで V 字に下ろす塗り分けとなった。 DT21 バイト型動力台車 TR62K 付随台車主電動機は 401K、421K と同じく1時間定格出力1 0 0ットの MT46A 型直巻電動機を搭載し、歯車比も同一の4.82であり、主制御機も CS12A 型が採用されている。百六十三年以降に増備された百十三 k では、 主電動機を1時間低角出力 120kW とした MT54 型を搭載しており、これに伴い主制御機、主抵抗機なども容量が増大された。台車は空気バネ台車を使用する案もあったが、401系と同じくコストの面で有利なコイルバネ台車が使用された。電動車用は401.421系用と同一の DT21 バイト型であるが、 付随車用台車はブレーキ頻度の高さを考慮して修学旅行用の155系で実績のあるディスクブレーキ式の DR62 型が採用された。区派111系のうち偶数向きに連結される車両は床下に電動空気圧縮機を搭載することから300番台として区分されている。113系の形式における新造車及び改造車は 以下の通りである。なお、順番は過去からの慣例に準じる。記載順は過去からの慣例に準じる。幕張車両センターまで207編成のパンタグラフ。ここでは、113系の心臓時から存在する形式を紹介する。製造区分によって違いがあるが、この点は、下記の新規製造者解説を参照されたい。ここでは、 113系が改造された時に発生した形式を紹介する。ここでは新規に製造された111系、113系のバンダイ区分を解説する。改造車両のバンダイ区分については次節を参照。1962年に登場した11系の出力強化版として、113系の例バンダイが1963年に登場した。 1969年に登場した千番台は、総武快速線の地下線乗り入れのため防火対策車として投入された。1972年の千番台造備車は、地下線での ATC 導入に伴う設計変更車となり、ATC への対応とともに冷房化も実施されている。1974年の古彩線開業に伴って、千番台造備車の冷房化。 防火構造をベースに体幹大切構造を取り入れた700番台が投入された。団地用冷番台の1974年以降の造備車においても700番台や1000番台造備車と同様の冷防火防火構造が取り入れられた。1978年に登場した2000番台ではクロスシートのシートピッチ拡大が行われた。1979年には1000番台の シートピッチ拡大版として1500番台が、1980年には700番台のシートピッチ拡大版として2700番台が投入されている。1 1 3系例番台と1000番台で、新生冷房車のグループに、を用いて故障する表現は、電車発達士研究家の福原旬一が国鉄分割民営化前に寄稿した鉄道市民誌の記事が発祥である。 当時の幕張電車区や国鉄本社運転局で百十三と表記していたことに着想を得て、ダッシュにニュー、真の意味合いを持たせたもので、福原による非公式の表現であったが、後の趣味詞にもこの表現は拡大した。区派百十一から一作間レールパーク保存時代区派百十一から一社内九百六十二年六月より、東海道本線東京口用として、 大船電車区と静岡運転所に導入された。1967年秋には横須賀線にも進出したが、当初は東海道本線と同じ湘南色で使用されたため、五条防止のため前面に横須賀線のラインカラーであるスカイロのヘッドマーク型行き先表示板が取り付けられていた。登場当初の編成を以下に示す。基本編成中間に、 先頭車両が組み込まれているが、これは新幹線が開通した際の編成短縮を見込んだためである。新幹線開業後は偶数無機区波を組み込み4両プラス4両プラス8両の16両編成として、8両12両16両の3種類の編成で運用される構想となっていた。愛前後して1時間定格出力120。 キロワットの強力型モーター MT54 型が開発されたため、直流均衡系電車もこれを搭載した113系に移行し、111系の新規製造は1962年から1963年と短期間で終わっている。もは111.110系の製造は64ユニットで終了し、以後はもは113.112型に移行したが、 動力のない制御車は引き続き区ハ111型として増備されている。区ハ111型は1から45と301から330が111系時代の製造となった。1974年以降、113系例、番台の投入によって大船所属車は広島運転所へ転出し、その後は東海道本線静岡地区と山陽本線広島、下関地区で、 集中使用された。なお、111系と同じ時期に製造された、区ハ111系の一部は、大鳥電車区に転廃され、関西本線港町奈良間や、阪和線、規制本線などで使用された。これらは、国鉄末期から廃車が始まっていたが、国鉄最末期の1987年3月に、四国地区で電化が実施されるのに伴い、12両が4両。 編成3本を組んで四国に転用され、そのまま四国旅客鉄道に承継された。JR 加護の1988年には JR 四国用として日本国有鉄道生産事業団が保有していた8両の車席が復活した。瀬戸大橋線開業直後は岡山高松間の臨時快速にも使用されたが、主に瀬戸大橋線岡山観音間と ラッシュ時の高松観音寺、琴平間の列車に使用されたほか、団体専用列車にも使用された。延命工事や冷房化などの改造がされていたが、老朽化のために1996年から2001年3月にかけて6000系や、後日の113系改造車に置き換えられ、全車が廃車となった。なお、111系として落成し、 西日本旅客鉄道に継承された区派111から314は後述の高速化改造志向により区派1 1 1 5 3 1 4に海板の上2006年5月まで在籍していた。また、台車、主電動機の一部は豊橋鉄道へ譲渡され、同社厚み専用の1900系の走行機器として使用された後、 さらに、京福電機鉄道福一社へ上渡され、モハ1101系の走行機器として2014年に同形式が全廃されるまで使用された。1963年から製造された113掲載所の製造区分である。当初は、東海道本線東京地区及び横須賀線に投入され、1964年には、京阪新地区にも投入が始まった。 横須賀線のン番台車については、東京駅及び新橋駅の地下ホーム乗り入れに伴う、何年か対策の必要から、1970年代以降、すべて工事図の線番台に置き換えられている。機器類の標準化を図るため、主電動機は1 1 5系、1 6 5系で採用された MT54 型が使用され、主電動機出力は、 MT46 系の1 0 0ットに対し1 2 0ットに向上した。外観は111系と比較して変化はなく相互に連結も可能である。特に付随者及び制御者には111系と同一構造で形式及び番号も111系の続番とされている。ただし、区波111系の雨どいが乗務員室扉上まで延長されている。 設計上の母体となった4 0 1 4 2 1および4 0 3 4 2 3系とともに屋上のベンチレーターの形状、配置が数回にわたって改良されている。大きな変化としては、1964年から区波1 1 1系の運転台部分に乗務員への通風用の四角形の大型通風機が設置されるようになり、1968年からは、 雪対策として丸型だった。客室用通風機が、吸気調節のできる押し込め型に変更された。サハ111型はすべて押し込め型での製造となっている。クロスシート部の取り手が従来は丸型であったが、1967年の造備車より角型に変更された。1968年製造のモハ113から203は、当時便所。 化粧室ユニットとして実用化されつつあった FRP を屋根構え体に使用して製造された。使用の結果、耐候性の点で FRP を構え体に使用するには問題があることから試作にとどまり、1977年の冷房化改造の際、通常の鋼板屋根に変更された。1964年2月に横須賀線、伊東線で営業運転が開始され、 軽半神快速でも同年9月より営業運転を開始した。1970年に冷房試験車が軽半新地区に投入されている。103系に用意された冷房試験車と同様 AU73X、AU74X、AU75X AU の3種の冷房装置と各種の風道方式が試験されたが、103系は試験用に 新造された車両であったのに対し、113系は既存車の改造でまかなわれた。試験の結果は良好で、国鉄時代は一部車両に対しそのままの様式で冷房改造が進められた。1970年から1973年の間、1000番台の製造が重点的に行われたため、零番台の製造は中断した。その後、 1975年3月のダイヤ改正で、山陽本線の快速列車の運転とクレ線の客車普通列車の電車化が実施され、首都圏の111系を山陽地区に転用するため首都圏に113系が1974年より申請投入されることとなった。0番台の増備車であり、後術の700番台と同様に冷房車、防火対策が取り入れられている。 車体構造は後日の1000番台、700番台の影響を受けており、窓別組立小取り付けで製造時からの冷房搭載車となり、全消灯も製造時からシールドビームとなった。車両番号は以前の車両の続番で、モハユニット -233、クハ111から194.505、サハ111の5以降が付されたが、それらとは、 各部で形態が異なっていることから、非公式の故障ではあるが、例番台と区別されることが多いため、本校でもその故障を使用する。なお、例番台に相当する例番台の左派111、型はマイナス5の1両のみであった。例番台は、首都圏と京阪新地区には大量に申請配置されたが、名古屋地区への申請配置はない。各地で長きにわたって使用されており、 老朽化により、廃車が進行している中で1969年、以前の車両でも運用されているものも存在する。JR 東日本、JR 西日本に承継された例番台には、延命目的で大規模なリニューアル改造も実施された車両も存在したが、余命を考慮して2007年をもって、新規施行は終了した。1000では乗務員室直後の窓配置が異なり、 ATC 機器室のため窓がない箇所がある。ATC 非搭載車では乗務員室直後に二段窓がある1 1 3系線バンダイ横須賀線、総武快速線の近く管直通を目的に1969年から製造された近く管上入り対応車両グループである。例バンダイを基本に運輸省制定の AA 基準に対応した難年構造が採用された。 CP 付きの西向き制御車は、基本番号プラス300の区波1 1 1系線3 0 0番台と区分されている。長大トンネル、人口密集地を通過することを考慮し、電車のトイレは、従来の垂れ流し方式を改め、普通電車向け車両としては初めて循環式としたほか、パッキン材など一部の部品に使用されていた木材は、廃され、窓やカーテン、床板。 腰掛けなどの材料も何年性、不燃性材料に変更されたほか、火災発生源となり得る抵抗機などの一部機器、回路に発火防止対策がなされている。また、1972年以降に落成した戦闘車は、全照灯がシールドビームに変更されるとともに、方向転換不能とされ、主制御機もメンテナンスフリー化を図った CS12G に変更された。 総武快速線は、暴走東線の電化と同時に1974年7月に開業することとなった。近く間の保安装置は当初は ATS を使用する予定であったが、開業間近の時期に ATC を導入することになったため、ATC 装置を搭載し、合わせて冷房装置搭載など各部に大幅改良がなされた車両が1972年4月以降に、 新たに製造されることになった。初期の209両は冷房準備車として落成しており、1 1 3系で唯一の冷房準備車となった。従来の1000番台車両は、もっぱら、暴走地区ローカル列車や冷番台とともに、東海道本線東京口で使用されることとなった。特に、サハ111型については、東海道本線東京口に転用されたことから、 零番台での増備が一両にとどまることになった。このグループは地上用千番台と通称されることもある。新たに製造された車両は、戦闘車の助手席後部に ATC 装置が搭載され、運転手側も後方に拡大されて急行形電車並みの広い構造に従来車では、前照灯と幌枠ロの間にあったタイフォンが下方に移設され、 ジャンパ線掛け70型とされたほか、全車とも、側面窓状に行き先表示器が設置され、側窓は別組み立て、小取り付けのユニット窓構造が採用された。車両番号は従来車に続いて、モハユニット -1055、区波111から1026.1340、サ波111-1020以降が不番されている、ものの、 従来の非 ATC 車両との区別のために、非公式の故障ではあるが、1000番台と区別されることが多く、本項目でもこの故障を使用する。また、トイレは設置位置。数は0番台や1000番台従来車と変化ないが、地下線の正常化と、保線作業車の影響を考慮して、循環式汚物処理装置が設置された。また、手電動機も ISO 規格ネジを採用して、 メンテナンスフリー化を図った MT54D に変更された。後期の製造車は落成時から冷房装置を搭載した新生冷房車となり、MG 容量は冷房、制御電源が一体化されて169馬となった。容量の増大に伴い搭載するモハ112型は側面中央扉の戸袋窓部分に MG 冷却用冷却風取り入れ口が設けられている。この車体構造は以降の地上用の新生冷房車や700番台でも採用されたほか、115系300番台及び415系冷番台でも採用されている。ただし、区派111から1106.1419以前の車両は115系300番台以降の車両と、 お隣全面強化構造とはなっておらず、後年、全面強化工事が推進された。地上用となった従来車は後に全小灯がシールドビーム化された車両もあるが、大本型バンダイと同じ全小灯と、ホロワクの間の配置となっているほか、窓構造や ATC の装備がされていないために、先頭車両の助手席後部の窓配置も異なっているなど、全番台との差異は大きい。 冷房装置も国鉄時代には1000番台と同じ AU75 系が搭載されたが民営化後には JR 東日本開発の集約分散式冷房装置 AU712 系2機両を搭載した車両も存在する。中には非冷房のまま廃車となった車両も存在する。国鉄時代にごく少数の初期非 ATC 車が中京圏近畿圏に転用されたたは 当初の配区所で使用され続けた。よって、国鉄の分割、民営化時には、ほとんどが、JR 東日本に承継されている。その後も長きにわたって、横須賀、総武快速線及び、暴走地区ローカル列車の主力車両として使用され、初期非 ATC 車を中心に更新工事、後期 ATC 車を中心に、リニューアル工事も施行されたが、横須賀線、 総武快速線では1999年に E217 系への置き換えによって撤退する。一部の車両は小山電車区に転出し、湘南色に変更の上 E231 系投入まで限定運用で使用された。房総地区でも2004年10月から状態の良い元東海道本線運用車2006年10月からは、 E231 系の投入で余剰となった211系3000番台の転入があり、リニューアル車以外は消滅した。このグループのサハ111型は2005年に東海道線で更新工事施行の上使用されていた一両が廃車されたのを最後に形式消滅した。また、中京圏、近畿圏から JR 東海、西日本に承継された車両も、 半和線で使用されていた一両が2004年に廃車となり消滅している。なお、横須賀総武快速線からの撤退時には廃車となるゾロ目番号の区波111-1111 11を含む編成が1999年11月11日にイベント列車として使用された。また、ATC 付きの線番台は横須賀総武快速線が 禁煙区間とされたために灰皿は製造時から設置されていなかったが a t c 非搭載の千番台では設置されていたため防総地区では1997年3月の JR 東日本管内普通列車全面禁煙化まで列車によって禁煙であったり喫煙可能であったりする現象が続いた百七十四年七月二十日東海道本線の山品駅と北陸本線の 大見市を津駅を結ぶ湖西線が開業した。交流電化であった北陸本線と接続するため、長原大見市を津間に交流、直流のデッドセクションが設けられ、直流電化の京都、長原間の普通列車に113系が使用されることとなった。湖西線は寒冷地の降雪線区であることから、115系に順じた。 体幹大切装備を持つグループとして1974年に登場したのが 113K700 番台である。1974年から1976年にかけて 2M2T の4両9本、4M2T の6両8本、計84両が製造された。短編成のため、左派111型は製造されていない。区派111型は奇数無機車が700番台。 偶数向き車が750番台となり、10の位の数字で区分された。1000番台の車体をベースに、客用扉の半自動対応か、全面逮捕フォのシャッター設置、スノープラウ設置といった体幹対節構造が取り入れられており、115系300番台から、勾配そもそも即ブレーキを取り除いた仕様であると、言える。 運転台スペースも1000番台と同様に広く取られたが、助手席側にあった a t c の機器スペースはなく、窓配置と座席定員が変更されている。1972年11月に発生した北陸トンネル火災事故を教訓に、以後の申請者は、不燃性、難燃性を向上した AA 基準に準拠した構造となり、 700番台においても1000番台と同様の防火対策が取り入れられている。全面のタイフォンは700番台以降では1000番台と異なり、全商等と同等の高さの位置に配置された。新生児の配置は高月電車区で国鉄末期の道区の無配置化に伴い宮原電車区に転属、国鉄分割民営化時には全車が JR 西日本に承継された。 JR 発足後に、水田総合車両所京都支所に転属している。1991年からは後日の高速化改造が施行され、全車が番号に5000を加えた5700番台となった。その後、1992年から2001年にかけて、全車両が延命工事、または体質改善工事を施行している。登場以来、 湖西線とその後電化された草津線で運用されているが、京都市署への転出後は、山陰本線京都口でも運用されている。佐賀の線用は、方向膜が LED 化され電気連結器を持つ C 編成、湖西・草津線用は電気連結器を持たない L 編成とグループが分かれていたが、佐賀の線における運用が終了したことに伴って LC 編成とも湖西。 草津線のみの運用に使用されている。このグループの中から2003年電化開業のオバマ専用として半自動開閉扉ボタン取り付けや座席改造が行われた2本が福知山運転所電車センターに転属したが2006年の北陸線鶴ヶ直流化に伴う125系増日により京都市所に復帰している。また2005年に 福知山線で発生した脱線事故による117系の動線からの撤退を受け、補充用として宮原総合運転所に転用された車両も存在する。現在は電動車ユニット一組が該当。2008年から221系の山陰本線、京都口転用に伴い、一部の車両は広島地区へ転用された。転用車の中には高速化の解除が行われ、 原番号に復帰した車両も存在する。1955年より使用されていた東海道本線名古屋地区の80系は、1978年より113系の申請投入で置き換えられることとなり、115系1000番台で採用されたシートピッチ拡大などの設計変更も実施されることとなった。例番台の後継に相当するグループとして、 1978年から製造された地上温暖地向き仕様の番台区分が2000番台である。クロスシート部の座席間隔の拡大、座席幅の拡大、形状変更とこれに伴う窓の割付の変更、座席定員の減少などがなされたため番号が区分された。CP 付きの西向き先頭車は全車トイレ付きだが、 CB なしの東向き戦闘車は2145までがトイレなし2146以降はトイレ付きと製造途中に仕様変更が行われた後期に製造された車両は屋根上冷房装置横のランボードなどの構造が当時製造されていた201系量産車に準じたものとなっている左派111系2000万台のうち 2001から2007.2009から2012.2025は1983年から2000年に大船電車区と幕張電車区に配置され1000番台に連結されて横須賀総武快速線で使用されていた1000番台1500番台との主たる相違点はジャンパ線だけであり0番台以降車両の対価基準は 地下用の AA 基準に沿って製造されているので、地下線区間走行に問題はなかった。第一陣は80系の置き換え用として、大垣電車区に、その後同じ1978年に、高槻電車区、宮原電車区に投入された。関東地区においては1980年、高津電車区への配属が最初である。現在、東海道本線からは撤退したが、 比較的、新しい本グループは、多番台置き換えなどで温存される例が多く、近年まで JR 東日本、東海、西日本に多数在籍していた。例えば、構図車両センターから幕張車両センターへの転属車は一部の先頭車を除いて2000番台が対象であった。しかし、状態の悪い老朽車や、大変性で、必要のない左派111型は順次廃車。 解体が進んだ。また JR 東海所有の車両は313系3次車の投入に伴い2006年8月から2007年3月にかけて廃車が行われ定期運用が消滅した。また、京都総合運転所 C 編成に蘇生されて主に山陰本線京都口で使用されている車両は特に番号区分などは行われないまま歓迎地対策で スイッチ式半自動扉への改造が行われている。これらは方向膜の LED 化も行われた。1980年10月のダイヤ改正で、東海道本線と横須賀線の分離が行われると、共に横須賀、総武快速線の直通運転が実施された。この直通運転に伴う造備車として、1000番台をベースに2000番台の車体構造を取り入れた。 シートピッチ拡大車として1979年から製造されたグループである。CP 付きの西向き制御車は基本番号プラス100の区波1 1 1系1 6 0 0番台と区分されている。また、6両製造された東向き制御車のうち1504までがトイレなし、1505と1506はトイレ付きと製造途中で変更がある。他の番台と比べ、 全照灯とタイフォンが若干高い場所に設置されている。全車が大船電車区、幕張電車区に申請配置され、横須賀、総武快速線で使用された。国鉄の分割、民営火事には全車が JR 東日本に承継された。E217 系投入後は、暴走地区ローカル用に幕張電車区配置となったほか、一部は車両受給の都合から、 高津電車区に転出し、東海道本線東京口で使用された。サハ111型は一両を除き、高津電車区に転出し、老朽化したサハを置き換えている。サハ111型は、高津車両センターへの E231 系投入に、伴い転用先がなく、全車廃車となり形式消滅しているほか、高津に転用された1500番台は、 幕張車両センターに再転属されず、全車廃車となった。幕張車両センターに配置されている1500番台は、ほとんどの車両に、リニューアル工事が施行された。しかし、モハ113モハ112から1517.1520は、未施行であったが、モハ112の1517は、補助電源装置と、空気圧縮機を、 リニューアル施工者と同一品に交換している。区派 111K1500 番台は、最後の2両が、幕張車両センター S224 編成の、両戦闘車に蘇生されていたが、2011年8月30日に、長野総合車両センターへ改装された。1980年3月に、草津線の草津駅、津芸機関が電化され、 古才線との共通運用のための113系が増備されることとなった。2000番台と同様のシートピッチ拡大を行い、700番台と同様の寒冷地対策が追加されたグループとして1980年に登場したのが113系2700番台である。このグループも115系1000番台から勾配、そもそも即ブレーキを取り除いた仕様といえる。 先頭車の区ハ111型は、奇数無機車が2700番台、トイレのある偶数無機車が2750番台に区分された。700番台同様、左ハ111系の製造はない。1980年に 4M2T の6両編成2本が製造され、草津線電化開業時から、古際専用700番台と共通運用されてきた。 1983年から1984年にかけて4両編成に組み直された際に不足した戦闘車は後日の区波111系2000番台からの改造編入で賄われている。前車が JR 西日本に承継され、現在は前車が高速化改造されて番号に5 0 0 0を加えた7700番台となり、さらに2002年から2003年にかけて、 体質改善工事が施行された。その後も古西草津線で運用されてきた。JR 西日本では、オバマ線の電化に際して2002年から2003年にかけて追加で改造車が誕生している。サロ110系1200番台に装備された簡易、リクライニングシート111.113系は、東海道本線東京口や横須賀線、総武快速線、 京阪新築など大都市近郊で使用されたことから、クリーン車が製造されたことも特徴となっている。111.113K 用として申請された車両のほか、数多くの改造編入者が登場している。京阪新築は1980年10月1日、国鉄ダイヤ改正で運用消滅。 静岡運転所所属者は1986年11月1日、国鉄ダイヤ改正で、後続に転属、JR 東日本のみに引き継がれた。1962年には、サロ111型が、新造車として登場し、1965年からは、サロ153型からの編入改造車が登場して、サロ110型となった。1967年からは、 加工窓を持つサロ152サロ163型がサロ112型として編入されている。1973年にはサロ113型が横須賀、総武快速線の地下線用の難燃車として新造され、サロ111.110型においても何年か改造で千番台に改版された車両がある。1976年からは、 サロ110系1200番台が新造され、横須賀線の輸送力増強と、加工窓のサロ112系の置き換えが実施された。1980年代に入ると余剰となった特急系グリーン車、急行系電車からサロ110型への編入が行われ、サロ153型から改造のサロ110型が置き換えられた。JR 加護の1989年からは2階建ての サロ124.125型が新造され、老朽化したサロ111.110型が置き換えられている。使用線区の事情から設備の豪華さよりも定員が重視される傾向があり、特別に当車をベースとする特急、急行用のグリーン車とも違った発展を遂げた。定員重視のため、シートピッチは原則として 970mm、特急、 急行グリーン車からの改造車は 1160mm である。サロ 111K0.1000 番台サロ 111K111.13K 11オリジナルのグリーン車で1962年から1964年に45両が製造された。形態はサロ153型に類似するが、車掌室がないため定員は4名、多い64名である。 座席は、サロー 110K0.900 千万台とほぼ同様の回転式、クロスシートだが、座席背面は化粧板で処理されており、台車も111型と同様のコイルバネの TR62 型を履いている。新生児は、非冷房であったが、1972年から1977年に、全車冷房改造が実施された。 冷房装置は分散系 AU13E 型を六機、搭載している。また1972年から横須賀線の東京地下駅への乗り入れのため18両が何年か改造を実施されて千番台に改板された。24両が JR 東日本に承継されたが、老朽化のため1993年に全廃された。例番台から千番台への改板は以下の通り、 サロ113型1973年から1974年に横須賀線、総武快速専用27両が新造されたもので、全車が地下対応の1000番台とされ、新生児から AU13 安型冷房装置を6機搭載している。急行用グリーン車に準じて、リクライニングシートを 1160mm 間隔で装備しているため、定員は、 サロ111系のより16名、少ない48名となった。側面窓は1000番台普通車と同じ2段、上昇ユニット窓で、側面には行き先表示幕が設けられた。計画では成田空港利用客を見込んでいたが、開港の遅れにより空港輸送での使用は断念された。大船電車区配属車は横須賀線で、 幕張電車区配属者は千番台冷房車と組んで1973年の暴走下記輸送期間に運転の臨時休校、なぎさ、及び臨時快速、青い海の一部列車に使用された。しかし幕張所属者は下記輸送終了後は運転休止となり、1974年に横須賀線グリーン車の冷房加熱向上のため、大船電車区へ、 柏しわしの後転属している。前述の通り店員が少なく乗客の着席需要に応えられなかったため、1976年には前車が京阪新築に転出し、老朽化していたサロ112型を置き換えた。一部は宇野線で使用されたこともあるが、1980年の京阪新築快速のグリーン車廃止及びよこすか、 総武快速線の直通運転開始によって再び関東に戻った。転入時に湘南色から横須賀色に塗り替えられたが、前者の塗り替えが間に合わなかったことから、湘南色のままで横須賀、総武快速線で使用されたり、側面の緑帯が残っていたり、横須賀色でも大見破、大達の表記になっているものもあった。 1987年の国鉄分割民営化に際しては、全車が JR 東日本に承継されたが、1998年末に全廃された。サロ110系1200番台サロ110-1259、車内横須賀線のサロ113型の定員が少なく、不評であった一方、京阪新地区のサロ112型は、 加工窓による構え体の腐食が進んでいた。このため、1976年度より、横須賀線の輸送力増強用に、グリーン車を新造投入して、サロ113型を年出し、輸送力に余裕のある、軽半身快速に、サロ113型を転用して、サロ112型を廃車することとなった。これにより新造されたのが、 サロ110系1200番台である。座席は特急普通車並みの簡易、リクライニングシートで、シートピッチは 970mm となり、定員は60名に増加した。形式は、定員が同じサロ110系の新たな番台区分とされ、AA 基準を満たす、何年構造車として1200番台に区分された。台車は空気バネ式の TR69 である。 側窓は、サロ113型と同様の二段式ユニット窓が採用され、側面に電動式行き先表示幕が設置された。車内には乗務員室とトイレ、洗面所が設けられた。乗務員室は、従来のサロ110型と反対側に設置されたため、乗務員室のない側の車タン部に、戸袋窓が設けられた。トイレの汚物処理装置については準備工事とし、 後に追加で装備されたほか、サボーケが追加された。1218体は、トイレと洗面所をユニット化し、窓を小型化する設計変更が実施された。1979年製造の1220体は、1978年9月の車両塗装、表記規定変更により、側面層下グリーン体が省略された。在来車も、工場入場時に、 グリーン体を抹消した。1976年から1981年に88両が製造された。当初は横須賀専用として大船電車区に配置されたが、後に東海道専用として高津電車区、田町電車区、幕張電車区にも配置。最終増備車の1285から1288は静岡運転所に申請配置された。 全社 JR 東日本に承継されたが、東海道本線での運用終了に伴い2006年までに全車廃車となった。サロ124型、サロ125系、サロ124型東海道本線初期導入車両、サロ124型横須賀線導入車両、国鉄分割民営化後に登場した2階建て車両である。老朽化が進み、取り替え時期に来ていた。 サロ110系及びサロ111系の置き換えにあたり乗客の着席需要が旺盛なことから同時期に登場した211系の2階建てグリーン車サロ212系及びサロ213型と同じ車体を採用して座席定員の増加を図ったものであるこれにより定員はサロ110系1200番内の60名に対して90名と30名増と なり、実に1.5倍に増加している。車掌室付きでトイレなしのサロ124型が1988年から1990年に29両、トイレ付きのサロ125型が1990年に5両製造された。将来的には、車掌室とトイレを向かい合わせた形で2階建てグリーン車を2両連結することとしていたが、 投入当初は両形式とも4号車に組み込まれ、2階建て、平屋の組み合わせとした。このため、サロ125型は、登場時点で、サロ124型と同じ向きで組み込むため、引き同士を両輪あたりとして使用していた。後日の2 1 1系 a の改造時に、本来の向きに戻され、サロ124型と組んでいる。サロ212型などとの相違点は、 連結相手が異なることからブレーキ装置など構造が異なるほか、サロ124から1から8は485系などからの発生品である TR69 系空気バネ台車を改造して使用していることが挙げられる。なお、旧以降は211系と同様の心臓のボルスタレス台車の TR235 型に変更されている。サロ二十四型の打ち起こすか、 総武快速船に投入された9から14、25から29は、東海道本線のサロ124型と異なり、成田空港利用者輸送に対応して後くらい、出入台側の一列を荷物置き場に変更しており、定員は4名、少ない86名となった。また前日の通り台車がこのグループから心臓のものに変更された。 1994年から1999年の E217 系投入時に全車が東海道本線に転属し荷物置き場を撤去して4名分の座席を増設した。また帯色が湘南色に変更されたが東海道本線に新生投入されたサロ124型とカラーシートの貼り方が異なっているため見分がつく。 サロ125型は、前後両が、東海道本線に投入された。なお、グリーン車独自の車両番号裁判となったため、後に、全く関係なく、JR 西日本で125系が製造されたが、JR 西日本車は、雲波125型のみのため車番の重複が、生じなかった。サロ110系0.900千番台153。 軽のサロ153型からの改造車でサロ165系冷房車の心臓投入により捻出されたサロ152系非冷房車による準急列車のリクライニングシート化に伴って余剰となったサロ153型を111.113系用に転用したものである当初はサロ153のジャンパ連結機を111系向けの 物に交換しただけで、改版はなかったが、1966年3月31日をもって、サロ110型に形式変更が行われた。この後続く手ミ用車も、同様の改造と改版が施行された。1965年から1968年に、セミステンレス車体試作車の900番台を含めて63、両前車が改造された。 シートピッチは 970mm で、車掌室付きのため定員は、サロ111型より1列分少ない60名。台車は空気バネの TR59 系である。東海道本線東京口と横須賀線の他に、京阪新地区でも使用された。側面塗り分け線は、当初153系時代のままであったが、後に111系に合わせている。 1972年から冷房改造が開始されたが、全車には及ばなかった。1972年改造車3両は、伊東線、伊豆急行線用として29馬 MG を搭載して、自社のみの給電とした。編成を組む普通車はこの時点では、非冷房車のままである。1973年から冷房化が本格的に推進されたが、同年以降の改造車は、 冷房電源をモハ112型から給電する方式に変更された。1972年改造車は1977年にモハ112型から給電する方式に変更され、その際に MG は撤去された。サロ111型と同様に同年から東京地下駅乗り入れ対応のため霊番台車7両に何年か改造が実施されて1000番台に改版された。このうち、 サロ百110から1四点4 1 0 0 5 1 0 0 7は計画番号にとどまり、実際に改造工事は行われずに決番となっている。1980年にセミステン列車の900番台車が、京阪新築のグリーン車廃止時に、東京に転出せずに廃車になったのを皮切りに廃車が進み、16両が JR 東日本に承継されたが、これも老朽化のため1992年に、 全廃された。例番台から1000番台への改版は以下の通り。サロ112系153系急行用一等車からの改造で、1967年から1969年と1975年に、サロ152系30両全車とサロ163型一両の計31両がサロ112型に改造された。 種車のリクライニングシートをそのまま装備しており、定員は48名とサロ111型と比較して16名、少ない。サロ152系、サロ163系、サロ112系の改造は3回にわたって施行された。車両番号は原則として、サロ152系時代のものが踏襲された。加工窓という車体構造上、 雨水が侵入しやすかったため車体の腐食が早く、1979年までに全廃された。サロ110系レイバンダイの老朽化が進む一方で、上越新幹線が開業した1982年11月のダイヤ改正で特急系181系グリーン車などに余剰車が発生していた。余剰車の有効活用のため老朽化した。 サロ110系の置き換え用として、特急系グリーン車の113系化改造が実施されることとなった。この改造により、サロ110系300番台が登場し、その後も余剰車の編入による多数の転用改造車が登場している。特急系改造車は、車体がそのまま利用され、車体断面形状が従来の113系と全く異なっており、 編成中で非常に目立っていた。これらの改造車は、バケサロとも通称された。実質的にいわゆる、特路の一派である。改造主車も181系、183系、485系、489系と多岐にわたり、定員や便所の有無など、仕様もまちまちであったが、後日の急行系改造車とともに、サロ110型に編入された。 また、定員や便所など設備上の問題から、これら特急系電車からの改造車は必ず、サロー110系1200番台などの定員の多い車両とペアで編成が組まれていた。ただし、搭乗後しばらくの間、特急型からの改造車2両で組み込まれたことがあり、屋根高さが3段になっていることもあった。定員が少ないため、利用者が増える通勤時間帯に着席できなくなる。 ことから、グリーン定期券利用者などからは不評であった。東海道本線東京口と横須賀、総武快速線で使用されてきたが、後者は地下線使用として千番台が不満されている。前者が JR 東日本に承継されたが、横須賀、総武快速線の E217 系、地下下で余剰となった2階建てグリーン車の東海道本線への転用により、 1998年末までに全廃された。サロ110から301,982年のダイヤ改正で余剰となった181系、サロ180-1001の改造車で、1983年に登場した。定員52名。種車の便所及び洗面所を撤去して、客用扉を増設し、 冷房故障時の対策で側面窓の4箇所に開閉可能な換気窓が設置された。また、車体構造の都合により行き先表示器も設置されなかった。オリジナルが181系であるため、他の特急系改造の車両と比べても一際低い、車体が特徴的であったが、1990年に廃車された。落成当初は、 静岡運転所配置だったが、国鉄時代最後となる全国規模のダイヤ改正で構図電車区に転属した。サロ110から302.303301と同じ1982年のダイヤ改正で余剰となった181系、サロ181系の改造車で1983年に登場した。種車がもともと485系。 サロ481系改造の1050番台車であったため、室内床面を含め車体全体が高く、携帯的には工述の350.1350番台と変わらない。冷房装置はキノコ形着せの au12 系である。定員48名。便所、洗面所付き。落成当初は静岡運転所配置だったが、国鉄最後のダイヤ改正で、 構図電車区に転属した。1991年に全廃された。番号の新旧対象は次の通り。サロ110から351から362.1351から1358。サロ110の13571983年から1986年に登場したサロ489系及びサロ481系の改造者である。 定員48名。350番台はトイレ付きだが、1350番台は改造時にトイレを閉鎖している。種車の製造時期の違いから、冷房装置にサインがある。前述の302.303を含めてサロ481系及びサロ489型を出自とする車両の改造車は元の出入台にあったステップを改造時に埋め込んでいる。 356.357359.360は、サロ124型及び、サロ125型と連結されるために、方向転換され、引き通し線の改造も実施。351から358は、静岡運転所に、359から362、構図電車区に配置されたが、351から358は、 国鉄時代の最後のダイヤ改正で、構図原尺に転属した。1997年までに全廃された。1350番内の一部は改造当初、例えば、横須賀色にもかかわらず、塗り分け位置が、湘南色のそれであったりと個々の車両ごとで差が生じていったものがあり、営業運転までの間に急ぎ修正が行われている。番号の新旧対象は次の通り。 サロ110から304から311.1301から1305サロ110から3091987年に登場したサロ183型の改造車である。0番台からの改造車が304、1000番台からの改造車が1301体をそれぞれ名乗る。定員48名。種車の便所及び洗面所部分に客用扉を増設したため、 便所及び行き先表示器は設置されていない。また、サロ百183型時代の車内販売準備室、及び車半コーナーが撤去されずに残っていたのがこのグループの最大の特徴である。1300番台のうち1305のみは、1988年の落成当初は湘南色に塗装して、田町電車区構図電車区に配属されて、東海道本線で使用されたが、 1991年に大船電車区に転属して横須賀線系統に使用された。304から307.1301から1304は国鉄時代に308から311.1305は分割民営化後に改造された。サロ183型霊番台からの改造車は当初は薄い峠を補助機関車なしで、 自走可能な187系へ改造される予定の車両であったが、187系の計画中止により113系転用改造されたという経緯を持つ。305.306307は、サロ125型と連結されるために方向転換され、引き通し線の改造も実施。このグループの1302が1998年12月に廃車され、 特急系改造グリーン車は消滅した。番号の新旧対象は次の通り。サロ110から501前日の特急系改造車と同様の事情によってから改造されたものであるが、2種2両のみの存在であった。サロ110から5011983年11月のダイヤ改正で余剰となった165系普通車を113系グリーン車に改造したもので、 サハ165-7からの改造で登場した。塗り分け位置の変更と行き先表示器の追加を除けば、後日の401と同様外観は、種車とほとんど変わらない。1200番台と同等の鍵、リクライニングシートを装備している。座席の間隔と窓の間隔は合っていない。サロ110系であるにもかかわらず車掌室はないが、定員をオリジナルのサロ110型と合わせたため、 その分、シートピッチは 1010mm に拡大されている。定員60名。トイレ、洗面所付き。落成当初は、静岡運転所配置だったが、国鉄時代の最後のダイヤ改正で、構図原尺に転属した。1990年に廃車された。サロ110から4011985年3月の、 ダイヤ改正で余剰となった165系グリーン車を113系グリーン車に改造したもので、サロ165から130からの改造で登場した。定員48名。トイレ、洗面所付き。塗り分け位置の変更と行き先表示器の追加。自社用の冷房電源用 MG と改装運転台の撤去を除けば外観は、種車とほとんど変わらない。 携帯的には改送運転代用ライトのウムと二段式のユニット窓以外は前日のサロ百十二型と変わらないが、すでに背景式であったため、サロ百十型に編入された。九百九十二年に廃車となった。改造時から廃車まで、構図電車区所属。本系列は、長きにわたり大量に製造されたほか、JR 各社へ移行後も使用されていることから、地域や、 時代のニーズに合わせた改造工事が多数施されている。特別保全工事1960年代に製造された車両は1980年以降、老朽化が進み置き換えの対象になったが、当時の国鉄の財政では、新造車両への置き換えは困難だったため、製造から15から16年経過した車両に対して、全般検査2回分の延命を図る延命工事を施行した。 これが特別保全工事である。主な施工項目はこのほか、施工工場によっては、引き戸の取り替えや内装更新、塗り屋根化なども追加で実施したほか、冷房改造やお物処理装置取り付けも合わせていった車両も存在した。民営化後も引き続き各社で行われたが、延命工事に切り替えたため、施工車両は少ない。なお JR 東海では平成に入ってから、 試行の際に化粧板が211系同様のものに取り替えられた車両も存在した。冷房改造試作冷房改造冷房化が本格化した私鉄通勤電車に続き、国鉄でも通勤・近郊系電車の冷房化を試行することとなり、1970年に山手線の103系重量と軽阪神快速の113系8両で試作冷房車が投入された。 1 0 3は冷房車として新造されたが、1 1 3系では既存の冷板台が改造された。改造されたのは、サロ112型を含む以下の一編成8両である。冷房装置は区ハ111から360と、モハ112から15が、東芝製 AU73X 型、モハ112から55と、区ハ111から369が、 日立製作所製 AU74X 型、区波111から52と、モ波113から15.55が、三菱電機製 AU75X 型と集中式3種類が、車体、大枠を補強の上で搭載され、車内の衣装も、冷房風道や吹き出し口の配置、扇風機の有無も、数種類が存在した。冷房用電源装置は、1 1 3系では、 編成量数の考慮から急行系冷房車と、同一の119馬の MG 学波111型に搭載された。一方、サロ112から14は、同系の車体を持つ165系、サロ165系、455系、サロ455型と同様の分散式 AU13E 型が搭載されたが、それらが5機搭載だったのに対して6機搭載とされた。 宮原電車区に配備されたサロ112から3についても同様の改造が行われた。113系の試作冷房車は大阪万博の開催期間中の1970年7月より営業運転を開始した。1972年2月、区派111から369とサロ112から14を除き大鳥電車区に転じて半和線で使用された。 1976年度以降冷房装置を量産タイプの au75 バイトに乗せ替えたが、クハの MG はそのままであり、モハ110にも MG は設置されなかった。クハ111から810は2005年、クモハ113の3813と3819は2008年に廃車され、現在は415系800番台に改造された4両が残る。 量産試作冷房改造試作冷房車の使用実績から冷房装置は小型軽量化の点で勝る AU75X 型を基本とした AU75 系が標準機種として選定され1971年度に軽半身快速用の113系29両が量産試作冷房車として冷房化改造された103系試作冷房車の実績から 冷房風土は一本となり、均衡型の1 1 3系では、扇風機は省略された。冷房用電源は、試作冷房車と同じく119番の MG が制御車に搭載された。また、冷房装置本体が5位寄りに設置されている。この対象車は試作冷房改造車に続いて、関西地区の配属車が選ばれ、当時1 1 3系で運転されていた、新快速運用で、 平行私鉄との対抗に利用された。この量産施策冷房改造車の実績をもって、冷房風動や、冷房電源用 MG の改良を行った113、軽船番台の新生冷房車の登場に、繋がっている。これらのグループも、区波111から340.351、417.458を除き、改造間もない1972年に、 大取電車区に展示、半和線で使用された。JR 以降後、試作冷房改造車同様に800番台や415、計800番台の種車に転用された。量産冷房改造を1973年以降、113、計は同年製造の1000番台に順じて、普通車の冷房化改造工事が開始された。冷房電源はもは112系の MG を29番から、 冷房電源兼用の169馬の MHz135DM92 に交換することで対応され、自社を含む4両に給電する方式となった。また、同時に一部の車両を除いて側面行き先表示機の準備工事が施行され、競合する直下の窓は、上段が固定化された。名古屋工場改造車は、改造時に屋根上ベンチレーターが押し込め式であったものが、 グローブ式に乾燥され、冷房本体の位置が、5位寄りに設置された。畑製工場改造車は、冷房装置前後の押し込み式ベンチレーターを、新製冷房車工機グループ同様に、冷房本体から離れた位置に移設している。区波 111K1200 番台区ハ111-1201、脱線事故によりユニットの片方を失った。 もは113-1027を1983年に制御車に改造して登場したバンダイ区分で種車の前くらいに運転台を後くらいにトイレを設置して奇数向き固定しようとされた改造を施行した大井工場にクレームがなかったため大枠を切らずに運転台を構築する方法で改造されているマイナス千二百一の一両が存在し幕張電車区に所属して 暴走地区で運用していたが2001年に廃車されている。方向転換改造1984年2月のダイヤ改正では単編成高頻度運転を行う式電車が各地の都市圏に拡大された。単編成化で不足する先頭車を補うため先頭車の方向転換改造も実施されている。1984年2月のダイヤ改正で 京阪新快速と暴走地区の普通列車が増発され、編成数増加のため奇数向き戦闘車が必要となった。この戦闘車を捻出するため、アボシ電車区配置の偶数向き区波8両が片点改造された。空気圧縮機の撤去と引き通し線の奇数向き仕様への取り替えが行われ、車両番号は例番台の奇数向き車の続番が付与された。 この内区派111から263と -264 は、放填前に幕張電車区に転属し、正確には幕張区転属後に型転されている。この2両のみ、比例房で1994年までに冷房改造されることなく、廃車された。 265から268は、冷房改造車の片点、-269 と -270 は、片点後に AU75 による、冷房改造がされた。JR 過後には -268 以外は、後日の高速化改造が施行され、プラス5000となった。JR 西日本になってからの1991年には、蒸気と同様の理由で、 同じアボシ電車区配置の偶数無機区波3両が、片点改造された。マイナス276とマイナス278はワウ102、軽冷房改造車、277は、AU75 冷房改造車の片点であり、すべて工術の高速化対を工事が施行され、プラス5000となったが、現在はすべて廃車されている。区波111型は前述の通り、 比例ー車ー社は除き奇数向き、偶数向きともに、両あたり構造のため、静岡地区では、国鉄末期 JR 初期に伴い階板を伴わない方転開造車が存在した。これらは211系導入により比例ー奇数向きのまま廃車された。区派111系の体幹大雪改造7700番台の2000番台改造編入者1984年2月のダイヤ改正で、 当時高月電車区の700番台、2700番台が、大変成果により、先頭車が不足するため、同じ高月電車区配置の区波111-2000番台8両が改造された。不番は、申請者の追番。改造内容は、側引き戸の半自動化とシャッター付け台本カバーの、取り付けと予備部への追加である。JR 加護に、 全車体質改善工事を受けている。また JR 西日本でも中間車を含め、追加改造車が誕生している。左派111系300番台暴走各線で、運用している6両編成の一部を4両編成と、するために、先頭車を捻出する必要があったのと、区波111-1307、模波112-1027の自己廃車補充及び、 伊東専用の4プラス7編成1本を11両編成1本に組み替えるために1984年と1985年に中央東専用115系の単編成下で余剰となる左派115系300番台4両を改造して登場した番台区分である。外観は115系と変わらず115系の特徴である。 半自動扉対応の取り手などもそのままであった。このため、当番台の側扉開口幅は、他社より狭い 1100mm となっている。301から304が改造され、全社が構図電車区に配置された。これにより、同区の左派111-2000第3両が、大船電車区に転属指道区の編成中間の区派を捻出した。 東海道本線東京口基本編成で運用されたが、横須賀総武快速線への E217 系統入による同線からの1000.15002000番台の転入に伴い、1995年から1999年にかけて全車が廃車された。この中で300ニト3 0ッと303がトイレ対抗部を除いてロングシート化改造を受けた。 サハ1 1 1系4 0 0番台サハ111の401サハ1 1 1系3 0 0番台と同じ理由で1986年と1988年にモハ113.112型を伝送解除して登場した番台区分で401から404が存在し、奇数号車がモハ113型、多摩数号車がモハ112型からの改造車である。 サハ 111K0.1000 番台との相違点は電動車からの改造のため車体つまめの主電動機への冷却風取り入れ口が損置されているほか、モハ112型からの改造車は電動発電機冷却風取り入れ口の損置やパンタグラフを撤去した跡が残っていた。403.2404は種車のモハ113.112から1058が 冷房準備車だったために扇風機のスイッチ跡が残っていた。前述の左派111系300番台と同様に、東海道本線東京口で運用され、後に403は全座席ロングシートに改造された。403以外は1998年に403も2000年に廃車された。113系800番台雲派113から811。 新福知山色へ変更後の800番台1986年に、福知山線、宝塚福知山間及び、山陰本線、福知山木の先間の電化開業に伴い、ローカル列車に113系が充当されることとなった。国鉄が、大船、ついた、高取、小倉の各工場と広島車両所、畑西車両所で0番台に対して、ドアの半自動化など、 700番台に準じた寒冷地対策を施行したグループが800番台である。800番台を名乗るが、パンタグラフ取付部定屋根化改造は行われていない。この時期には国鉄の財政事情も厳しくなっており、各地から集めた余剰車を改造することとなった。種車となる1 1 3系0番台の年出は、京阪神の深海速への1 1 7系1 0 0番台の 投入による113系の年出、京阪神観光線への205系の投入と103系の関西本線転出による113系の年出、中央東線の165系の帰制本線転用による113系の年出を行うなど、複雑な転属により行われた。編成は、輸送需要を考慮して 2M 二 T の4両編成、2M の2両編成が組成され、 二両編成の戦闘車か改造車は、雲ハ113系、雲ハ112型に区分された。国鉄時代には四両編成9本と二両編成14本の64両が改造された。二両編成は、モハユニットに運転台を増設することで賄われているほか、一部は冷房改造が平施された。種車は大部分が、 グローブ型ベンチレーターを持つ最初期に製造された車両で寒冷地には風向きであったが、陶器の雪や冷風の吸い込みを抑えるためのカバー取り付けが行われたのみで使用された。また、主社の関係で非冷房車の率が比較的高く、800番台化改造時に冷房搭載が行われた車両も電源用 MG は廃車となった特急型電車の食堂車から79馬、 の MG が調達されている。クハ111系の全面形状もバラバラであった。なお、比例棒で残された車両は、後の分割民営化後に冷房改造され、車両元の携帯差が複雑化することになる。都兵機械も、本来半自動用でない TK4 型の改造品を搭載しており、当初からの半自動対応車よりも開閉しがたくなったことから、 客用扉の取っ手は持ちやすいよう従来より大型のものが設置された。二両編成のクモハ112型にはトイレが新設され、お物処理装置が全車に装備されたが、電動車で床下にスペースがなかったことから、水タンクは車内トイレ脇に設置された。元番号とは関係なく、改造順に801体の番号が付された。クハ111型は、 バンダイのような向きによる、バンダイ区分はされず、CP なしの東向き戦闘車は、奇数番号、CP 付きの西向き制御車は、偶数番号とされた。福知山運転所に配置され、4両編成の一部は、改造後、車両不足を補うため、ひねの電車区に貸し出され、帰省本線を中心に運用されたこともある。全車 JR 西日本に承継された。 後に JR 西日本では7汚染電化に伴う415系800番台への改造に関連して113系800番台の追加改造が行われている。国鉄から大量に継承したが、新形式の投入に伴い現在は全車両が定期運用を退いている。AU712 型による冷房改造車国鉄時代。 比例防車は心臓車と同じ AU75 系、冷房装置によって、冷房改造されていたが、比例防車は冷房搭載を前提とした設計では、なかったため搭載には構え体の補強及び、電源用参照交流引き通し、増設の工事が伴い、多額の費用と時間を要していた。113系では、幕張電車区に所属していた防装地区の車両には、 大量の非冷房車が残っており、対応が急がれた。1000番台冷房準備車は AU75 による冷房改造を実施したが、初期車は1988年以降、屋根上に複数の冷房装置を搭載し、重量を分散することで補強を不要とする集約分散式冷房装置を使用しての冷房改造に移行した。最初に施行された産業は、 AU75 系冷房車との根血となるため、冷房電源はもは112系の MG 交換による容量増強で対応していたが、その他の車両は編成単位で改造が行われたため、後期、費用を削減するために、屋上別取り付けの SC24 型補助、電源装置も同時に取り付けたタイプで登場した。多くの車両は、車両更新工事と同時に行われたが、一部の車両は、 車両更新工事、または特別保全工事施行後に冷房改造が行われた。1992年に対象車両の改造が完了したが、これらの車両は車齢が高い上に AU712 系の冷却能力が低いのが欠点であり、特別保全工事車は1996年以降 E217 系の投入により早期に廃車され、 その他の車両も2004年以降、小塚に E231 系が投入されたことにより、減出された状態の良い113系で置き換えられ、2006年中に全車廃車となった。オールロングシート車1989年から1992年にかけて、混雑の激しい東海道本線と横須賀、総武快速線の一部車両において、 クハサハ111系のトイレ対向部以外の座席をすべて撤去し、ロングシートに交換された。これにより床面積が大幅に増加し、輸送力が向上した。新設された座席は211系や415系のロングシート車に準じたバケット構造とされ、サービス維持と着席定員低下防止が図られた。改造時に車両更新を 部屋ほした車両も存在したが、シートピッチ拡大車は改造の対象からは除外された。両線で対象とする号車が異なり、東海道本線の田町電車区では11両編成中の普通車9両が横須賀、総武快速線の大船電車区では11両編成中のグリーン車前後、各2両の4両が改造された。なお、田町所属編成は後に、 高津電車区へ転属している。E217 系の増備により、大船電車区所属者のうち状態の良い車両、更新車は、高津電車区に転じたほか、もは113、112の1125、-1127 は、小山電車区に転属し、E231 系投入まで使用され、その後、廃車された。高津電車区でも、廃車や編成外によって徐々に、 ロングシート統一編成が崩れていったが、追加改造はなされなかった。これらは他先天用の対象にもならず、本系列が東海道本線から撤退した2006年に消滅した。もや113型以上時の対応や、車両故障時の応急処置など、乗務員のための巡回訓練用車両としても、8 113型から改造された、職用車。車内は、い。 側半分の座席が撤去されて、ミーティング用スペースと、視聴覚教育用の AV 機器が設置された。車外は側面に訓練者であることを示す白帯2本と、訓練者の文字が追加された。当初、1991年にレイバン番台もハ113から68がもや113から1に改造されたが、1995年に同じくレイバン番台で、 経年の浅いもは113から192改造のもや113から2と交代で廃車された。もや113から2は2005年まで使用されたが廃車され形式消滅している。全面強化改造1992年に113、経の区派111-1038が成田線九十滑川間の大須賀踏切で踏切事故に遭い乗務していた。 運転士が変形した、運転台に挟まれて巡職した。JR 東日本はこの事故を受け、衝突からの乗務員保護のために戦闘部にステンレス板を追加する工事を進めた。この種の工事は国鉄時代から行われていたが、同事故以降はより体制を高めるため、それ以前や他の JR よりも徹底した独自のメニューに移行した。下部のアンチクライマーは1枚から4枚に増強され、 創価の手すりは撤去されて衝撃吸収板が設置された。本来、アンチクライマーは正面衝突時に噛み合うことで他社への乗り上げを防ぐものであるが、ここでは障害物に対する意味合いが強い。年内にすべての非試行者を強化するため、核電車区でも工事が行われた。この打ち起こすか、総武快速線の大船電車と幕張電車区の両区での試行者には、 塗装を省略して、ステンレス地に帯テープを調布されたのみで出場した車両も存在したが、工場入場時に塗装が行われ、短期間で消滅した。なお、全商灯が白熱電球であった車両は改造と同時に、シールドビームへの交換が行われたため、工事の完了によって、白熱電球装備車も消滅している。車両更新工事 JR 東日本では発足当初、 国鉄時代から行われていた特別保全工事によって車両延命を行ってきたが特別保全工事に代わり一層徹底した施行内容による延命工事で施行当初は1967年から1972年製の車両を対象に1988年から1993年まで実施されたが後に1972年以降に製造された 車両も追加された。百十三系では、幕張区の0 1 0零零番台初期車、幕張、大船区の1000番台の一部、東海道本線で使用される、左派一1 1ゼロゼロ番台が中心に、施行され、後に、構図区の百十三系零番台も一部施行された。主な施行項目は、板と、モケット取り替えこれらは、多くの工場が担当しており、 化粧版の柄や腰掛けモケットが微妙に異なるなど、仕様に差異が見られ、多い工場志向車の一部には、袖仕切りが設置されている。1994年に e 2 1 7系が登場すると、車両更新工事は中止され、置き換えられた。リニューアル車幕張車両センター所属のリニューアル車の、車内1999年により、幕張電車区配置の1000番台後期車、 1500番内を対象にリニューアル工事が行われた。内容は、コンプレッサーをレシプロ式からスクリュー式へ交換、座席の交換及び車椅子スペースの設置、台車の軸箱の密封コロジ空間への改造、補助電源装置の MG から SIV への交換などが挙げられる。編成番号は、4両編成は、S221、S225、6両編成は、 S61 S から71が与えられた。これらの編成は、後年に、列車番号表示器が、LED 化された。なお、もは112の1252と1517は、リニューアル工事は施行されていないが、補助電源装置やコンプレッサーが変更されている。幕張区の車両のみでは区波111が不足するため、以前から配置されていたレイバンダ台戦闘車も、リニューアルが施行された。 この他に、廃車対象ながら、状態の良かった、小山電車区所属の -1138、11 -1455 の2両を転属させたほか、幕張区の1000番台車両更新車と高図電車区の未更新車との交換が行われた。-2146 は2000番台として唯一、リニューアル工事が施行された。 2001年3月までに6両編成11本4両編成5本の86両が改造された。暴走地区向け方向転換、編入改造1988年、構図電車区所属の区派111から173が片点改造され、幕張電車区に配属された。1991年に区派111から183が改造。 1992年に区派111から200が改造。予備車として、構図電車区所属の区派111型 ATS、P 型取り付けによるダイソーを務め1993年に幕張電車区に転属。このグループではマイナス576が1997年に廃車になったが、マイナス569は訓練車として構図区に復帰し2005年まで活躍。 マイナス575は幕張区で訓練者扱いで2006年まで活躍。一時的に営業者として運用に入ったこともある。1988年、暴走地区の短変成化及び列車増発に備え、JR 東日本では区派115型からの改造編入を行った。左派111系300番台と同じく扉の半自動扱いのための取り手などもそのままであった。 これらの車両は車両更新工事や冷房改造が施行されることなく1994年までに全車廃車となった。トイレ部分の側面方向膜撤去1996年頃から横須賀、総武快速線及び東海道線で運用されている区派111、左派111のトイレ部分の未方向膜が使用停止になった。これは トイレ部分の方向膜の盗難やいたずらが頻繁に起こったためである。施行後は膜部分は白、またはオレンジの紙が貼られ、引き裏蓋部分は残したものとステンレスの塞ぎ金物を詰めたものがあった。なお、対象者が暴走ローカルに転用された場合は、方向膜は復元されている。後継形式の投入に伴い、2007年度中に全車廃車された。 東海道線名古屋地区向け単編成化改造1988年3月改正で、名古屋地区のフリークエントサービス充実化のため、単編成化で列車の増発を図ることになった。このため、新両電車区、大垣電車区に配置されている113系2000番台6両編成を3両編成2本に改造する工事が1987年から1989年まで行われた。 転用にあたり、以下のように編成外が行われた。モハ113型では、運転台ユニットの設置により、クモハ113型への、戦闘車化改造が行われ、クハ111型では奇数向きへの方向転換が、行われた。3両での走行のため、モハ113型は奇数向きに運転台が設置され、クモハ113型2000番台に改造された。種ネは、 すべて2000番台であるが、車両番号は改造順に2001から振られた。設置された運転台は既存の2000番台先頭車に準じて、新造されたものであるが、接合部に干渉した運転台直後の窓は設置されていないため、側面の印象は ATC 搭載車に近い。助手席側のワイパーは手動式となった。蒸気の改造により、 偶数向き区キが不足するため、奇数向き区クから8両が改造された。種舎には CP が設置されず、型展開造時も CP 設置が省略されたため、シンク分番台、区ハ111系2200番台として区別された。車両番号は、改造順に2201から振られた。改造内容は、車間あたりの変更で、引き通し線の交換が行われた。 2205枠811-2165からの改造で、種車時代よりトイレ付きであったが、それ以外の車両へのトイレ設置は見送られた。改造工事の最中の1988年夏に211計5000番台が投入されたことにより、一部は東海道本線静岡地区への転用が開始され、1989年3月時点では、 静岡運転所と大垣電車区に8編成ずつが配置された。1990年3月には大垣電車区に311系が投入されたのに、伴い大垣の8編成が静岡に移動し、以後全車が静岡地区での運用となった。当初はトイレの有無により運用が分けられており、トイレ付き車は大垣駅や前原駅までの長距離運用にも充当されたほか、 東海道線美濃部線、御殿場線への直通列車や御殿場線内の運用にも三連という、身軽な編成を活かし使用された。しかし1999年12月のダイヤ改正で313系投入に伴い、豊橋駅西での113系運用が廃止されたため大垣、前原乗り入れは消滅。東海道線美濃部線、 御殿馬線への直通列車も313系、ワンマン対応車投入に伴い捻出された115系によって置き換えられた。末期には長距離運用がなくなったためトイレの有無は関係なく一括で運用され、313系2000番台の投入に伴い2007年までに全編成が廃車された。 偶数無機区派百十111系の片点改造1999年の313系統入るに伴い、JR 東海では多数の113系初期車が廃車となり、車例の若い2000番台車の転配が行われた。この際、静岡運転所では奇数無機区派が1両、不足したため、大垣区から転属された2000番台偶数無機区派一1両を、奇数向きに方向転換。 新区分番台2300番台とした。なお車号のカニケタは元番号から引き継がれた。この車両は1979年に静岡運転所に申請投入された2000番台車4両編成1本のうちの1両で1989年に大垣電車区に転属。10年ぶりに復帰し改造された。改造内容は車間渡りの変更。 CP は残存。トイレは口術の通り使用停止だったため、便所流し管が撤去された。本車両も2007年に廃車されて、区分消滅となっている。CAU711 型による、冷房改造車非冷房車を数多く抱えていた JR 東海では、冷房加率工場の早期実現のため、国鉄時代からの AU75 型に変わる。 インバータークーラーによる冷番台非冷房車の冷房改造が1988年より開始された。1987年度に115系1000番台3両の冷房化改造でが使用され、結果が良好なことから1988年度より本格改造が開始されている。冷房装置は集約分散式の CAU711 系2機両となり、 重量の分散によって、車体補強などの関連工事が、簡略化された。冷房電源は、編成単位で比例棒であった場合は、モハ112系の29馬の MG が損置され、編成中のクハ111系一両に、専用の直流 600V 静止型コンバータが、新設された。AU75 冷房不電動車と編成を組む、クハ111型は、 モハ112系の大容量 MG から給電された。冷房浮動は AU75 系搭載車とは異なり、室内とお取り付け位置に沿って線路方向に2本入る形となり、季節の扇風機もそのまま使用された。蛍光灯は冷房風道横の取り付け座に増設された。改造にあたり、冷房浮電動車と編成を組むクハ111型は元番号のまま、 SCV 搭載の区ハ111型は元番号をプラス6000、その他は元番号をプラス5000と区分された。また、冷房機の外観はすべて同じであるが、MG から給電を受けるものは CAU711C 型、SCV から給電を受けるものは CAU711D 型と区別されていた。また、側面行き先方向膜は取り付けられなかった。 運転台後部の通風機の取り替えも行われなかった。SCV 搭載車はすべて大垣区に集められ、MGQ 電車のほとんどは静岡区に所属した。一部の区派111型は、お物処理装置見取り付けのままトイレを使用していた。対象車は全車初期車であり、313系投入により2001年3月までに全車が廃車された。 ATSP 搭載車静岡運転所配置の4両編成のうち、例番台や2000番台で構成された17本が T 編成と呼ばれ、国鉄末期の1986年11月から民営化後も東海道本線東京口で JR 東日本車と並結運転を行ってきた。1993年10月から東京小田原で ATSP が 使用開始されるのに伴い、1992年から1994年にかけて先頭車には JR 東日本と同様の ATSP 取り付け改造が施行された。これに合わせて編成前車も時速 110km 運転対応のブレーキ力向上が同時に施行されている。改造施行車は早期に改造されたものは未開板だったが、 1994年2月までに、奇数ムキ区波111型は700番台、それ以外の車両は600番台に改版されている。なお、車号は100の位を6、7に変更したのみなので元番号と順番が入れ替わる車両が発生している。口述の通り、トイレは偶数ムキ区波111型のみの仕様と、改められ、奇数ムキ区波111系のトイレは、 業務室扱いとして閉鎖された。一部の編成では、東急車両製造で、ATSP の取り付けが行われた。改造内容は、ブレーキ力増強、小結合成輪し、ライニングの使用。蒸気の通り他車間内での運用が主で、伊東線及び伊豆急行線全線でも日本平結の8両で運用された。入庫は、下り東京静岡間、出庫は、 上り静岡横浜間とされ、横浜で折り返し伊東行きとなり、翌日は伊東線、伊豆急行線で終日運用され、その翌日に熱海から東海道線運用に入っていた。なお、伊東線、伊豆急行線での運用の際は、方向幕に伊豆急下田が含まれていないため、普通表示となっていた。1998年3月改正では、コー電車区に横須賀、 総武快速船からの転用車を使用して付属編成が増強されたことに伴い、捻出された一部は静岡地区内での運用が増加した。2000年には後日のように3本が T 編成を解かれ、先頭車が元番号に戻された。2002年12月改正では伊豆急行200系増備に伴い伊東線伊豆急行線内運用が消滅。 出港列車の終着駅が構図駅に変更された。2004年10月改正では E231 系の投入により構図の113系の置き換えが開始され、さらに JR 東日本 JR 東海乗り入れ列車の大幅削減に伴い東京口での運用が終了。一部編成は貸し出し扱いとして残ったが12月までにすべて返却された。その後は 列車番号表示機の撤去及び ATS、P c 用停止の紹介像を受け、ローカル用編成と共通運用で、自社内で使用された。しかし、東京地区での過酷な運用のため老朽化が、著しく、他の113系より一足早く2006年、初旬から廃車が開始され、2007年までに、全車廃車となった。後年、偶数スー区キ百十一系のトイレ部分の、 行き先表示器が JR 東日本車と同様に撤去され、その部分には当て板が施されている。ATSP 撤去車1999年以降、静岡運転所の1 1 3系で、自社内ローカルで使用される編成は、上記の3両編成16本のほか、6両編成5本が誕生したが、4両編成が5本に減少した。不足分は、 t 編成が補ってきたが、2000年になって、新量電車区から6両編成1本が転属。これを4両2本に変更したが、先頭車が不足するため、捻出された t 編成から先頭車を転用することになったが、ブレーキ力改造車は、未改造車との編成内での根結はできないため、ブレーキ力を戻す改造が行われた。後にさらに6両編成2本を4両編成4本に、 変更するため、T 編成2本の先頭車が追加で改造された。改造内容は、ブレーキ力戻しのほか、ATSP 車上司の撤去に伴い、元番号に復帰した。運転室内の ATSP 表示等、列車番号設定器は残されていたが、ATSP 型使用停止のシールが貼られた。この改造により、余剰となった中間車は2001年4月に廃車となった。 超断面トンネル対応者2001年に、中央本線、塩尻中津川にへ、臨時列車として113系が入線することとなった。同区間のなぎそ駅北には、断面の小さなトンネルが存在するため、もは112系のパンタグラフの折りたたみ高さが4000、m、mm、m に抑えられる CPS24、A 型への交換が施行された。 もは112系2000番台4両が改造され、元番号に6000が加えられて、8000番台となった。2008年までに全車が廃車されている。なお、一部文献で、身延潜入線のためとする資料が存在するが、誤りである。トイレ使用停止者 JR 東海では1992年から113系は一編成に、トイレは一箇所とした。このため以下のように変更した。 これに伴い、汚物処理装置装備車が不足する大垣区では、静岡区の同装置装備車との交換転配が行われた。静岡区では、トイレ使用可能車を捻出するため、トイレなし2100番台3両と、汚物処理装置未装備車の0番台1両を T 編成に組み込み、奇数向きトイレ使用可能車を4両を、ローカル用に転用。同時に、 前述の ATSP 型取り付けを考慮し、編成に含まれていた千万0台初期車を例、万代車に置き換えを実施した。なお、CAU711D 型搭載のクハ111の中で、編成両方ともお物処理装置未装備車が存在したが、偶数向きのみ使用可能とし、お物処理装置は装備されなかった。 運転室背面窓拡大工事区派111から0番台、2000番台は運転席、助手席部分の窓が小さく、客室からの全面展望及び車掌上無事の客室展望が良くなかった。このため1991年から1994年にかけて対象前車にこの工事が行われた。なお、H ゴム押さえだったガラス指示は拡大時に 金属押さえに変更し、拡大時に支障となる機器は移設された。ATSP 取付者は設定機を助手席総下部に取り付けたため、合わせて助手席の椅子が撤去された。なお、雲ハ113は先頭車改造時に施行されている。窓面積はクハ111改造車より大きい。延命工事1994年から、 特別保全工事と同等の延米工事を2000万台車を対象に施行した。目立つ部分では1999年にかけて多数の車両で施行された。このうち静岡区所属の例、万台車区派111から225、547にも同様の工事が施行されている。その他113系に限らず JR 東海の車両と共通で行われた改造。 京阪新地区で多く使用されていたが、後継形式の投入に伴い、廃車が進んでいる。また複雑な改造や転用も多い。京阪新地区での時速110キロメートル運転に伴う高速化改造が行われ、山陰本線京都口や舞鶴線、小浜線の殿下、広島地区等への運用拡大が行われる一方、一部線区では、 輸送力的成果のため戦闘車化解造による大変成果、ワンマン化も実施されている。延命 N な工事特別保全工事にアコモデーションの改良を含めた延命工事として延命 N 工事が施行された。製造から30年の使用を目指し、特別保全工事時代の施行内容のほか、客室内のアコモデーションの改良が追加工事である。 1987年度から1998年度にかけて、0番台の一部と700番台の大半を対象に368両に施行された。主な施行項目は、国鉄時代に特別保全工事を受けた車両に対しては、アコモデーション改良のみを追加した延命な工事が施行された。重複する部分は省略された。1102型による、 冷房化改造 JR 以降後も残る、非冷房車の冷房化を推進するため、1988年より、ワウ102型による簡易的な冷房改造が実施された。JR 東海の CAU711 型による冷房改造と同じ発想で、編成によって、給電方法が二通り用意された点も同一である。JR 西日本では集約分散式三機両のものが採用され、 冷房不伝導車と編成を組む、区ハ111型はモハ112系の大容量、MG から給電。編成単位で比例棒であった場合は編成中の区ハ111、計1両に参照、交流440、ボルト静止系インバータ新設とされた。なお、比例棒時代に設置されていた扇風機は損置され、区ハ111系の運転台後部の通風機の、 取り替えも行われなかった。改造による車両番号の変更はない。au75 系に比べて冷却能力が劣るなどの問題に加えて老朽化のため廃車が進んでおり、最後に下関総合車両所に残った区ハ111系2両も2016年1月に廃車された。和202型による 冷房化改造非冷房車の割合が高く、早期の置き換え予定もなかった800番台を対象に、バウ102型と並行して、バス用冷房を応用した、冷房改造が実施された。1991年までに、クモハ113系、クモハ112系2両編成3本と、クハ111系3両の給料が改造されている。当初装置のほぼべてが、車内に搭載され、 冷房電源は暖房と同様に河川の直流線 500V を直接取り込んで利用するものとされた。しかし、車内の機器専有面積が多く、後期に施行されたクハ111系3両では、室外機部分が屋根状搭載に変更され、クモハ113系、クモハ112系の3本も1992年から1993年にかけて室外機部分の移設がなされた。 クハ111計算量は1999年と2001年に5800番台となったクモハ113系クモハ112系のうち -5807 と -5809 は2009年2月に最後に残ったクモハ113の5803クモハ112の5803は2010年度にそれぞれ廃車された高速化改造1991年から 最高速度時速 120km の221系が投入されたこともあって、各線の快速、新快速がスピードアップするのに伴い、1992年より、向こう町運転所、宮原運転所、阿保市電車区、ひねの電車区に配置されていたすべての113系に、対し、最高速度を時速 100km から時速 110km へ引き上げる工事が行われた。 モーターは継続使用され、高速域からの減速力を強化するために、台車への増圧装置及び、大荷重装置の取り付け、セーリング後の交換などが行われた。台車バネについては特に改造前と変化がない。改造後は原番号に5000を足した番号が付与されたが、一部の電動車については、ブレーキ力増強のためブレーキテコ比が2.56から4.19に変更され、 番号も6000.65007750番台に分けられている。試行者は未試行者と区別するために以下のように改版された。113K800 番台の3両編成化に伴う改造1991年の七尾線電化に伴う 113K の 415K800 番台への改造と並行して、 福知山専用113系800番台の3両編成化も同時に行われ、以下のような編成組み替えが行われた。クモハ113を失ったクモハ112と編成を構成するため、415系改造対象から漏れたクハ111もハ113は800番台に追加改造を施した上で3連化した。もハ・クハ共に追番で不安されたため、 モハ113から800番台の番号が増加した、ほか、区ハ111は奇数無機車が増加したため戦闘車の偶数奇数の原則も守られなくなった。1991年になると2両編成で残った比例防車3本は、前述のワウ202系冷房装置を搭載の上、さらに、上り向き区ハ111から800番台を追加改造の上、産業化した。 対象者はすべて偶数向きの非冷房だったことから、奇数向きに方向転換の上、前述のワウ202系冷房装置を搭載。CP も撤去された他ワウ202系冷房装置の機き室確保のため、トイレとトイレ前の座席は撤去された。これらの転用の際、非冷房のままだった、モハ112,113から8 0 2クハ111から804は転用されず、 廃車となった。クハ111から819は、1994年の一時期、元のライトの位置に103系のシールドビームかのようなアダプターを取り付けて、シールドビームが4等取り付けられ、全面膜が LED に改造された。しかし、同年9月にシールドビーム2等化改造され、全面膜も字幕式に戻された。この時のシールドビーム2等化は、 外見の違和感がなくなるように例ダイ以降のものと同じ形状にするのではなく、白熱東洋ライトケースに高傾差を解消するリング状の枠を取り付けて、シールドビーム等を設置する方式である。この改造は他に区ハ111から808,820、821,806が施行された。なお、区ハ111から806については、 高速化改造を受けて区一111-5806に改版された。113系800番台の追加改造1995年には、当時奈良電車区に配置されていた113系が、運用廃止により余剰となった。この中から区ハ111系3両が800番台に転用された。対象車はすべて偶数向きで、ワン102系冷房装置搭載。偶数向きで、 クモハ112系の全部に連結され4両、編成化された。このためクハ111もハ113クモハ112クハ111という編成が誕生した。改造されたクハ111はカセット式オブッツ処理装置、装備車だったがクモハ112型に循環式オブッツ処理装置が搭載されていたことからトイレは使用停止となった。1996年、 山陰本線、その別福知山間の電化に伴い、雲波113を含む三本学波111系の、取り外しとアンマン運転対応改造、半自動ドアのスイッチ化、電気連結器の設置を受けて導線に投入された。直後、高速対応工事が行われ、800番台番号に5000が加えられて、5800番台となっている。 前後して残った3両編成の一部が4両編成に組み替えられ、車両受給の都合で、雲波112を含む4連1本が一時的に、広島地区に転用されたり、全電動車やクハ、区波111区波111もは113区もは112、といった編成も発生した。しばらくはこの状態で推移したが、2000年から2001年に、 かけて、もは113クもは112が2両編成の、再配置とワンマン運転のために3800番台に、改造されて消滅。この際、クもは112に組み込まれていた、クハ11は111はもは113型に運転台機器を、提供し配車となった。最終的には純粋な4両編成3本と、編成相手の電動車が3800番台に、 改造されたために保留車となった、クハ111系2両だけが残っていた。しかし、転用先がなく、車齢も高かったことから2004年に廃車され、当初の改造目的通りの使用がされていた車両と、モハ113型、モハ112系の形式が消滅した。本グループで最後まで残った、クハ111型は2両で、いずれも2016年1月に廃車された。 この2両は国鉄時代に4両編成として投入され、後に湘南色に変更の上京都総合運転所に転属。高速化改造されなかったためもっぱら草津線専用で運用していたが、1999年に編成単位で下関車両管理室に転属した車両で編成を組んでいたモハユニット806は2002年に115。 経霊番台のモハユニットに置き換えられて、廃車されている。後に115経霊番台のモハユニットも廃車され、115経6000番台のモハユニットに置き換えられた。なおこのモハユニットは2008年に高速化解除が行われ、原番号に復帰した。モハ113型800番台の転送解除1991年、福知山線で発生した衝突事故で、 雲波112から801が自己廃車されたのに伴い、ユニットを失った一両が1992年連想会場、受けて改造。本グループ初のサハ111型が発生した。改造時に高速対応工事が施行されたため、プラス5000の5800番台となった。アボシ電車区に配属された。サハ111型は全て押し込め型通風機で製造されたため、 唯一のクローブ型通風機の左派111となったが、半自動機能は使用されないため、800番台改造時に取り付けられたドアの取り手は撤去されたほか、トイレも設置されていない。223系投入より2004年に廃車され、区分消滅している。113系800番台の高速化改造福知山地区で運用される113系は高速化改造の対象外とされた。 しかし、他船区で運用される800番台については上述の高速化改造の対象となった。阿保市区に転用されたユニットは基本番台に組み込まれ、東海道線系統で使用。半自動は使用しなかったが、ドアの取っ手はそのまま残された。京都署へは4連1本が転用され、エル編成として湖西線や草津線を中心に運用されていた。 共に223系投入に伴い廃車されている。半自動ドアボタン設置改造佐賀の線で運用される、無効調運転所の113系は、冬機関連な亀岡盆地を走行するにもかかわらず、乗降ドアの半自動設備がなく、車内保温において問題があった。このため1991年に、この区間で運用される113系2000番台の、 全車に対して、おしぼタン式の半自動装置が設置され、同時に、大雪ブレーキの増設も実施された。後年、後述する、体質改善工事を開始した際に、個体線系統で運用されている5700番台との運用持ち替えが行われ、佐賀の線運用に加わった5700番台にも、おしぼタン式の半自動装置が設置された。5700番台車は、 ドアボタン取り付け位置の関係から、戸袋窓の幅が狭くなるまたは埋められており、外観の印象が変わった。トイレ撤去者北陸本線、東海道本線、山陽本線京阪新地区と湖西線では、トイレは編成中西向き先頭車のもののみが、使用されるようになっていたため、1991年より、東向き先頭車の不要トイレが撤去された。まず施行されたのが、 トイレ付きで製造された、区一111-2100番台。その後カセット式を物処理装置未装備の例、700番台車の、ほか、初期車の区一111-5177も改造された。当初はトイレを撤去した後は、客室とされ、窓と座席が設置された。なお、初期改造車に設置された窓は新たに製造された、ユニット構造のもので。 位置も番台にかかわらず2000番台のトイレなし車に準じた場所に設置されたため、車両によっては違和感の残る仕上がりとなっている。非ユニット窓の区波111-5177は撤去後のみ、ユニット窓となり、異端車となった。なお、体質改善 40N リニューアル工事を受けた車両は、トイレなし区波111の体質改善車と同様の仕上がりとなった。 1995年から内部の設備のみ及び汚物処理装置や便所流し管を撤去し、仕切りは業務用室として扉を施錠した状態で損置する方式に変更された車両も登場。その他は便所設備のみ封鎖した。サハ111-500番台もトイレ使用が停止され、最終的に車内すべての奇数向き先頭車がトイレ使用停止となり、 偶数向きのみ使用となった。同時に、偶数向き車両で、お物処理装置未装備の車両は、合わせて、お物処理装置の取り付けが実施された。また、内部の設備のみ撤去した、車両、便所設備のみ封鎖した車両の内区派111から5253.52565260の3両は、体質改善 40N リニューアル工事を施行の際、 便所後は客室に変更。トイレな宿派111の体質改善車と同様の仕上がりとなった。パンタグラフ増設者 JR 西日本の113系は、山陰本線、湖西線、草津線、福知山線での運用があり、冬季において河川に霜が付着することが問題になっていた。よって霜主要に、同区間で運用される113系の一部の模波112、 クモハ112のパンタグラフを一気増設する工事が1992年から行われた。モハ112から7023.70287069.7081は佐賀の線重当車両。後に、工事の佐賀の線転用改造時にモハ112から5714.5717が施行。 もは112から5751.57525753.57555756.5757が、宮原総合運転所配置時に、五彩線、草津線運用のため改造。後に -5752-5755 が、老朽化のため廃車。-5751-5757。 ブレーキテコ日戻しでマイナス50番の上、京都総合運転所に転属している。雲波112から802.803805.811は、福知山線運用のため改造。後に803は、山陰本線向けに転用。802.805811は、福知山線向けワンマン車として3800番台、改造。 3814は後日の福知山線天用時に改造。現在では、もは112が京都市所に配置され、上記の線区で運用。クモハは112は3800番台は廃車。福知山電車区に5304、5309の2両が残る。電気連結機取り付けと撤去による海盤山陰本線、その部福知山間電化開業より、 編成の増解決が、そのべきで行われることになるため、京都配置の参院専用車両に対して、1994年度から自動解決装置と電気連結器の取り付けが TC 車に実施された。試行者は、改版が行われ、7500番台が奇数向き、7600番台が偶数向きである。後年これらの編成に体質改善工事が実施されると、 湖西線草津専用5700番台との差し替えが行われた。参院専用となった5700番台には自動解決装置と電気連結器の取り付けが実施されたが、改版は行われていない。一方で TC 社7500.7600番台は、約半数が装置の撤去を行われ、原番号に復帰した。装置撤去の対象者は以下の通り、 雲葉1 1 3 1 1 2二3 0 0番台雲葉112の5303期間色と緑2号の境に白線が入り窓配置も一般車と異なる雲葉112の5304パンタグラフが増設された体質改善車1996年3月の山陰本線その部福知山間の電化に伴い2両編成での 運転のためも派113.112系の戦闘車化改造により1995年から1996年にかけて改造された。宮原電車区に所属していた霊番台、新生冷房車の電動車ユニットからの改造で、車両番号は300番台に区分された。 金社の番号がもは113.112系の329から337であったことから300番台となったとも言われている。2両編成6本が改造され、301.306308が欠番となっている。本来は300番台を急編成用意する計画だったが、阪神大震災の影響により、車両転廃計画が変更され、 不足する三編成が800番台に両編成のワンマン化改造で賄われたためである。先頭車化改造では工事費低減のため廃車となった区波111系の前頭部が接合された。ワンマン運転を考慮して最前部の客用扉が運転台の方向に 640mm 移設され、H ゴムの固定窓が2枚並ぶ形態となった。前照灯は全車とも、 シールドビーム等で統一されている。塗装は湘南色であるがワンマン車であることを識別できるようクリーム色の帯が入れられた。4両編成の7500.7600番台と同じく電気連結器の設置、客用扉のドアボタンによる半自動化が行われ、クモハ1 1型には八百番台と同様にトイレが設置されたほか、クモハ1 1 k 三百四 309は、車体全部にもパンタグラフが増設されに機搭載となった。改造前は、軽半身快速用として、全車とも高速化改造や、ブレーキテコ比変更を受けており、300番台への改造直前に6000番台から、ブレーキテコ比が戻され5000番台に、続いて高速化が解除され0番台に戻っていた。 307.309の2編成は300番台への改造と同時に高速化解除とブレーキテコ被覆減が行われたため6000番台からの改造となった。800番台とともに福知山電車区に配置され編成番号は S 編成となった。改造が早かったため山陰本線電化完成までの間岡山地区で使用された実績もある。 貸し出しは2編成で4両で使用されたが、トイレ使用可能が2箇所になったため、中間に連結されたクモハ112では、トイレの使用が停止扱いだった。300番台への改造から間もない1996年に、再び高速化改造が施行され、全車とも番号に5000が足されて5300番台に、改版された。ブレーキテコ比の変更は行われていない。 1999年から2000年にかけて5304、5302の2本で体質改善 40N リニューアル工事が施行された。他の体質改善車と異なり、内装は従来のクロスシートが損置されるなど原型を止めている。800番台ワンマン化改造車ワンマン多様化された5800番台、ワン202系冷房機を搭載している。 1996年の山陰本線、その部福地山間の電化用としては、800番台の2行、編成3本においてもワンマン化改造が行われた。雲波113.112系300番台と同じくワンマン運転機器の設置、客用扉のボタン式半自動化、電気連結器の設置、一部車両へのパンタグラフの増設が行われた。冷房装置は、 床置き式のワウ202型となっており、車端部に機器室が設けられ、屋根状に熱交換器が設置されている。冷房電源は DC、DC コンバータが各社に設置されており、雲ハ112系の補助電源用29馬の MG は損置されている。塗装も300番台と同様の湘南色にクリーム色のオービージとなっているが、扉位置の移設はされていない。 ワンマン化改造に伴う改版は行われなかったが、登場後間もなく、高速化改造が施行され、5800番台に改版された。300番台とともに、福知山電車区に配置され、編成番号は S 編成となった。ワンマン改造後も6両生き残っていた5800番台の、うち4両は2009年2月に廃車となり、2両だけが、 福知山線前線原価により登場した800番台の残党、として5300番台前車とともに現存していたが6月25日に水田工場に改装された後7月13日に岡山へ改装された雲葉113.112系3800番台雲葉113型3800番台全消灯埋め込みタイプ 雲波113型3800番台。全小島外付けタイプ。原型全面の雲波112系。福知山線手の山口福知山間及び山陰本線、福知山木の先間の輸送力的成果と2001年3月からの一部列車のワンマン運転化のため、800番台の内も波113系雲波112系のユニットから再改造されたグループである。 2000年度に2両編成9本が改造され、福知山電車区に N 編成として配置された。改造前の800番台では、雲波112型を含む3両編成に区波111型を1両増結した4両編成で運用されて、いたが、も波113型と雲波112系の電動車ユニットを抜き出しても、波113型の先頭車化改造を行い、2両編成化と、 ワンマン運転への対応が行われた。新番号は800番台番号プラス3000とされたため、800番台時代の7尾線転用に伴う、編成組み換えによる不揃いの番号が引き継がれている。クモハ113型への戦闘車化改造では、コスト削減のため広報の簡易化や、廃車発生品からの運転機器流用が行われた。 従来のように運転台の構え体を接合する方法ではなく、中間車の構え体を活かした切り妻構造となり、旧型国電を連想させるスタイルとして話題を呼んだ。先頭車か改造車の得意ない観から、ファンの間では3800番台の番号から、三8と呼び親しまれた。雲波113型の前面は、 非貫通の切り妻3枚窓で事故に備えて補強板が取り付けられている。前面の行き先表示は助手席側窓の下部分に差し込み式のものが設置された。前消灯は車体内側に埋め込まれたタイプと車体外側に外付けされたタイプの2種類が存在したが、後に車体外側に外付けする方式に統一された。 車内の運転台仕切りも完全な壁ではなく、上部と側面に隙間のある簡素な構造となっている。当初は500万円という格安の改造費を目標としており、改造工程と経費を節約するため、バリューエンジニアリングを活用した手法が取られた。当初は乗務員室扉の省略まで検討されていたが、最終的には扉が設置されてコストはやや上がったものの、 それでも従来の正規運転台接合に比して半額程度の費用で工事できたという既存の先頭車であったクモハ112型は全面の大規模な改造は行われていない両先頭車とも運賃箱などワンマン運転対応の機器類が設置されたが走行区間の大半の駅に自動券売機が設置されているため整理券発行機は設置されていない塗装は クリーム色をベースに窓周りを茶色とし、総下部に黄色と青の帯を配したもので、福知山ワンマン色と呼ばれる。車内はリニューアル工事も行われず、半自動扉も取っ手付きの手動式であり、ドアボタンも設置されていない。冷房装置は、雲一113-3801、雲一112-3804の2両編成のみが、ワウ102型を搭載し、 その他の8編成には AU75 が搭載されている。AU75 系搭載車の一部は試作冷房改造車が含まれる。クモハ112系の3802.3805-3811.3814には下取り用のパンタグラフが設置され、パンタグラフ2機搭載となっている。3点三八零五三千八百十一 発車時代に3814は3800番台への改造と同時に増設された。クモハ112型に搭載される補助電源装置は種車社の冷房化改造時期により異なっている。800番台化改造時に冷房化された車両は容量79馬の MG である MHz94DM58 が 0番台時代に冷房化改造済みの3802.3811には169バの MG である MHz135DM92 が搭載されている。JR 加護の800番台時代に w 1 0 2型で冷房化された3804では3800番台への改造時に SIV が設置された。 なお、クモハ112から808、モハ113から817については、クモハがワウ102型、モハが AU75 型を装備しており、クハを外すことで、冷房電源が使用できなくなることから3800番台に転用されることなく、廃車になった。2008年8月より223系5500番台の増備による置き換えが行われ、 1 1 3系3 8 0 0番内は2008年8月11日をもって運用を終了した。最終運用は、木の先温泉14時43分発、各駅停車福知山駅であった。8月から9月にかけて、福知山線経由で、水田工場に廃車改装されている。2008年10月までに全車が除籍されている。 クモハ113.112系2000番台2000番台、規制線、ワンマンカリニューアル車規制本線、五ボウキータナベ間のワンマン運転用として、2002年に2000番台の、モハ113プラス112系ユニットから、改造されたグループである。2両編成2本が改造された。全車高速対応工事が施行されていたが、改造時に解除され元番号に復帰している。 これがそのまま新番号の下4桁とされたため、むしろ使用されている番号の方が少ない状況となっている。改造時に体質改善 40N リニューアル工事が施行されたが、内装は3院本線向け300番台同様原型のセミクロスシートのままであり、転換クロスシートか話されていない。改造は115系の白尾専用、戦闘家改造車と同様、 心臓した運転台ユニットを接合する手法が取られている。運転台の機器は同時期に配車されたクハ111系の配車発生品を使用。全面形状は103系体質改善 40N リニューアル車を基本とした形状とされ、主車の関係で編成両端が改造運転台となっていることもあって比較的整った外観となっている。また、クモハ112型には 車椅子対応のトイレを新設した。その後、2007年に、阪和線、ひねの和歌山間で、ATSP を使用することに伴い、助手席側客用扉後方のロングシートを撤去した上で、ATSP 車上装置を搭載している。また、車上装置後方のクロスシート上部の荷棚にも機器が、搭載されている。日本のみの在籍であったため、検査などで運用できない場合は、 ひねのくの223系か225系4両編成が、大走した。2020年3月13日をもって、阪和線、規制本線での定期運用を終了し、雲波百113、112の2058が、同年4月22日、雲波百113、112の2060が、同年4月30日にそれぞれ廃車された。 体質改善工事、国鉄時代から施行されていた特別保全工事の内容に加え、新型車両に合わせた接客設備の改善や新型車両との部品共通化によるコスト低減、研修の効率化を目的として、1998年から施行されている。40N 体質改善工事は1998年度から2002年度にかけて籠子総合車両所、 宮原総合運転所、京都総合運転所所属の50007007700番台、計106両に、30N 体質改善工事は2002年度から2004年度に、かけて、京都総合運転所所属の70007500700番台、計44両に施工された。種車による車担部の形状の違いがあるが、内装や定員、使用される部品は、 基本的に各社を同じものである。また、リニューアル時に五千七百番台、七千七百番台以外の車両も含めて、ドアの電動式半自動化や、タイフォニーのカバー設置などの寒冷地対策がいくつかなされており、非リニューアル車で行われたものと異なる、扉と飛ぶクロ窓の間に埋め込む方式で、スイッチが設置された。このため、飛ぶクロ窓は若干の縮小に止まっている。 これらのことから、リニューアルを機に、各番台の使用統一が図られたとも取れる。ただし、車端部の窓の埋め込み方には施行時期による差異が見られる。1998年11月25日に施行された京都総合運転所所属の L11 編成の4両が体質改善施行第1号編成となった。このほか、将来の単編成下で余剰廃車となる。 サハ111系の一部にも施行されている。改造費用の面や車両の使用期間の面から2002年以降は、費用節約のため工事を簡略化した体質改善 30N と呼ばれるメニューに移行し、対象者も経年のアサイン 7X00 番台のみとなった。外観は窓が従来のユニットサッシュのままであり、雨どいの張り上げも行われていない。車内は、 天井の平ら天井化を行わず、室内灯のカバーもなく、車内放送スピーカーも従来型である。側扉は半自動ドアボタンが設置されたが、ドアエンジンは試行前同様の TK4K であり、扉上部のカバーの出っ張りも残っている。また、同時期にリニューアル対象外の先頭車は、雨水の侵入などの対策として、全面窓指示のエッジゴムを金属板と、 コーキングで覆う工事がなされている。新車が大量に投入された JR 神戸、京都線と新車が全く存在しない、佐賀野線向けの工事であるが、これらの車両が所属する京都、宮原、阿保市の各総合車両所以外に、半和線を管理する、姫ね電車区の一部の状態の良い車両が、工事志向の上で阿保市などの未更新車と交換となった例がある。また、京都署が、 比較的編成単位で大半の車両に行ったのに対し、宮原、阿蘇支署では初期車を多く保有していたこともあって、ごく一部の車両に限られ、編成中1から2両のみがリニューアル車ということも少なくなかった。その後、JR 神戸、京都線からの撤退に合わせ、阿蘇市社と宮原社は、編成替えが行われ、改編成と T 編成の統一リニューアル編成が蘇生された。 このうち T 編成に組み込まれる元アボ支社のサハ111系7000番台の6両は撤退後に唯一廃車を免れた JR 西日本最後のサハ111系であったが、福知山線脱線事故後の車両使用方法変更に、際して編成から外され、その後はほとんど使用されずに廃車処分された。また、阪和線、帰省本線は比較的温暖であるため、 改変性に蘇生された車両には、半自動装置が撤去された車両もある。規制本線運用車に設置されている、木の国線スイッチと、半自動装置の併用ができないという説もある。体幹体設改造車京都総合運転所で、運用されている5700番台、7700番台が、編成変更により、先頭車が不足したため、 2002年に体質改善工事施行済みのアボシ電車区の区派111計7000番台が体幹大切改造され7700番台に編入された上京都総合運転所に転属した改造内容は体幹大切改造のみシャッター付き台本カバーの取り付けは省略外観での区派111の7000番台との見分けはつかない2003年になると 下記のオバマ船向けに、アボシ電車区の7000番台4両編成1本に、体質改善工事及び、体幹体設改造の上、編入された。さらに、同年、体幹体設車が不足することから京都、総合運転所所属の一編成が、さらに追加改造された。元も々ともとは、佐賀の船運利用車で、体質改善工事とともに、先頭車は自動解決装置と、 電気連結機を撤去していた。この編成は数奇な運命をたどることになる。ATSP を装備していたことから2005年に、起きた JR 福知山線脱線事故後に、宮原総合運転所に転属、高速化改造が撤去され以下のように改版された。この改版は半年のみ、再度高速化改造を受け7700台の元番号に復帰した。現在は、 スイタ総合車両所京都市所所属。オバマ線向け改造車オバマ線向け改造車5700番台、オバマ線向け改造車の車内2003年3月に、オバマ線が電化され、新形式の125系とともに113系の4両編成が投入された。福知山運転所電車センターに転用され、外装も、オバマ色と呼ばれる緑系の図色に変更された。 転用改造では、体質改善工事と体幹、大切装備の設置が行われた。改造主車は5700.7700番台と2000番台が選定され、2000番台からの改造車は7700番台に改版された。編成内容は以下の通り。W1、W2 編成は、京都総合運転所で体質改善工事施行者を転用。転用時に、 外装変更及びシートモケットを125系と同様のものに変更。W3 編成はアボシ電車区の車両を蒸気の体質改善工事及び体幹体設改造の上転用。シート及びシートモケットは125系と同様のものに変更。2005年に起きた JR 福知山線脱線事故の車両転廃に関連し W2 編成は ATSP 型装備であったことから、一時的に宮原総合運転所に貸し出し、オバマ色のまま福知山線での運用も行った。2006年10月21日のダイヤ改正で 125K3 自社の導入に伴いオバマ線での運用は消滅。W1、W2 編成は体質改善者標準突色に戻され京都総合運転所に復帰、その後、 シートもケットも標準のものに取り替えられた。W3 編成は最後の予備車として電気連結機などの改造を受け続けながら残留していたが2009年5月頃に体質改善車標準突色に戻されてオバマ色は消滅した。115系混用車のそもそも即ブレーキ制御対応改造115系 G02 編成に組み込まれる。 区波111から139のと並走地。下関区に在籍した115系と編成を組む、区波111型については、115系と113系の混用ではそもそも速ブレーキの使用ができず、混用編成は、広島所属時代には、山陽本線開田市し岩国間と呉線、壁線で、下関転属後は、山陽本線、 岩国下関間限定での運用がなされていた。2003年3月のダイヤ改正で、下関の115系 C 編成と共通運用が行われることになり、区波111系の主管制御機をそもそも即制度に代用したものに交換するなどの改造が行われた。この結果、実態としては115系の制御車となっていた。改造されたのは、軽古量で、 内訳は例番台グループの区波111から139.2685091の3両、並びに800番台の区波111から811.812の2両である。客用扉の半自動制御には対応しない。区波111の5091は2008年の高速化解除で、元番号の区波111から91に戻っている。111系の保全工事。 冷房化解造区派111-3002戦闘の瀬戸大橋線臨時快速四国の111営和使用開始にあたり塗装が白地に水色帯の四国色に変更され本市微酸専用の無線アンテナが設置された継承された12両は車齢が高いため構え体の補修や側窓のユニット窓かトイレ撤去などの保全工事が1987年度に 施行された。保全工事により区派111系のトイレは撤去され、モ派110型には2両分子かホームがなかった、無人駅で車掌が、修札を行うために、車掌用設備がある業務用スペースを設置した。申請導入された121系と同様に、全車禁煙としたため、全車両灰皿は撤去された。百八十八年に車席編入された八両の、うち、 区波111型は上り向き用の冷番台ばかりであったため、同年2両が下り向きに方向転換され、区波111系3000番台となった。1988年から翌1989年にかけて集約分散系 AU101 型を用いた冷房化改造が実施され、合わせて電源装置が電動発電機から静止系インバータに変更された。 また5編成のうち4編成がユニット窓に改造された。全消灯のシールドビーム化、全面方向膜の LED 化がされた車両も存在する。JR 四国の113系改造車 JR 四国の111系は老朽化が著しくなり、1996年度の6000系の投入により5編成中に編成が廃車となった。 残る3編成の老朽取り替えにあたり、JR 東日本より、経年の浅い113系を購入して、リニューアル工事を行うこととなった。113系改造車は1999年度から2000年度に、かけて3編成12両が投入され、111系は2001年3月に、営業運転を終了し廃車となった。1999年に、 JR 東日本で廃車となった例番台4両、編成3本12両と、部品提供者として車席のない3両が譲渡された。譲渡者は、部品提供者1両が、幕張電車区所属者である他はすべて、東海道本線及び、伊東線で使用されていた工図電車区の所属者であり、一部は、ロングシート改造車も含まれていた。JR 西日本の体質改善40。 N リニューアル工事に準じたアコモデーションの更新が実施された。内装材の交換、座席の転換クロスシートへの交換などの内装関係と補助電源装置の静止系インバータ化とこれに伴うパンタグラフの日記化などの機器関係の更新、窓サッシの黒色化、雨戸井形状の変更が行われている。塗装は編成ごとに異なるカラーリングとなった。 1> 第1編成は水色に、窓周りが緑、第2編成はピンク色に、窓周りが赤、第3編成は黄色に、窓周りがオレンジの配色となった。前面は、前小灯の4灯への増設と、全面強化が行われ、踏切事故対策が図られた。前小灯、微灯の形状変更とともに種別、行き先表示器部分にも、前小灯2灯が増設され、 行き先表示器は貫通扉下部に移設された。貫通扉上に全小灯2灯を配置したスタイルは、阪急電鉄の車両が参考にされたという。また乗務員保護のために、創価の鉄板が厚くされ、内部に衝撃吸収材を埋め込むと同時に、貫通路部分の窓が拡大されている。一方で、窓枠は種車のものが再利用されたため、銀枠とはなっていない。 また、四国のモハ110型や6000系と同様の方式の中間車乗務員室がモハ112型に設置されたことなどもあり、座席数は西日本のリニューアル車より少ない。中間乗務員室は6000系よりも若干広く取られている。乗降用扉のドアエンジンは自家動式に交換され、当機の車内ホー温を考慮して、ドア横に半自動ドアボタンが設置された。 一両に片側3カ所あるドアには一つずつ合計で3つのそれぞれ違う音が3回なるドアチャイムが設置された。それぞれの音にはずれがあるため乗務員がドア操作をした場合は混ざってずれた音が3回なる。従来111.113系の制御者は区ハ111系であったが、神経式の区ハ113型、区ハ112型が与えられ、 中間車のモハ百11 113.112型も9番を踏襲せず、それぞれ1番から不番された。113系も、ハの1.2番ユニットは、JR 西日本に、モハの3番ユニットは、JR 東海にそれぞれ承継されていたが、1.2番ユニットは、当時高速化改造を受けマイナス5001とマイナス5002に改番されており、また3番ユニットはすでに廃車となっていたため、 車番の重複は発生していない。車番対象は以下の通り。区波1 1 1系の1 1 5系化改造区波115から602,984年2月1日の国鉄ダイヤ改正で、岡山地区においても広島地区同様のシティ電車化による単編成増発が行われることにより、1 1 5系6両編成を単編成化して4両編成と3両編成を、 蘇生することになったが、3両編成で必要な偶数向きの区波115型が6両不足した。同改正では、京阪新築の阿保市電車区113系が8両編成が7両編成に短縮されており、7両編成下で余剰となった偶数向きの区波111系300番台のうち6両を区波115から601から606に改造して転用した。 改造内容は、主幹制御機の百十五系仕様への交換、ドアエンジンの半自動対応仕様への交換、ジャンパ連結機の百十五系仕様への変更などである。区派百十五から六百七から六百十九は百十五系、左派百十五系の戦闘車加改造車に不安されている。区派百十一系冷房車の百十五系加改造区派百十五から六百二十二 j r 西日本で、 岡山地区の115系非冷房車置き換えによる冷房化推進のため、1994年に、阪和線上の223系で万代投入により、余剰となったひねの区の113系を、阿保市区へ転属させ、阿保市区の115系冷房車を、岡山地区に戻すことになった。この転用で不足する戦闘車を補うため、1994年7月に、 ひねのくの113系冷房車3編成の区派111系5300番台を115系に編入することになり、国鉄時代に改造された区派115系600番台の続版として区派115から620から622が登場した。改造内容は、国鉄時代の改造車と同様で、主管制御機の MC53 への交換。 ジャンパ連結機の毛7 6系3本への変更、ドアエンジンの半自動対 OTK8A 型への交換、高速化の解除などである。C-1000 系空気圧縮機は使用停止で、損置された。区波115から622は2001年に、雨どいの張り上げ屋根化が施行されている。サハ111系の115系化改造サハ115-7002。 JR 西日本で、岡山地区の冷房化推進により、京阪新地区で使用されていた115系冷房車を、岡山地区に戻す際に、115系編成に、組み込まれていた左派11 1系2000番大高速化改造車が115系に編入された。1994年7月に、佐1 11から7023.7024の2両が、 サハ115系7000番台に改造され、サハ115から7001.7002となった。改造内容は、半自動対応ドアエンジンへの交換、ジャンパ連結機の115系仕様への変更などである。1999年度に2両とも廃車となった。2000番台、700番台区派の115。 経過改造区派115-2539区派115から 759JR 西日本下関区の115系には初期型の区派115型を組み込む編成や区派111系0番台との混用者による編成があったが115系の初期型区派は老朽化が進み113系と115系の混用編成は 半自動ドアが使えないなど、サービス上の問題があった。2012年より、京阪新築への新型車両投入で年出された、区波 111K30N 体質改善車を 115K に編入し、老朽取り替えとサービス向上を行うことになった。主幹制御機をそもそも即制度に対応したものに、交換するなどの改造が行われている。2012年より改造された、 区波111系2000番台は、新造時の車両番号に500を加えて区波115系2500.2600番台に改版された。2013年には113系700番台より、区波111から759が115系の区波115から759に改造された。サロ212から 101JR 東日本の2階建てグリーン車。 サロ124.125型は1996年以降は構図車両センターに全車が在籍していたが2004年から同センター配置の113系が E231 系に置き換えられることになり捻出された2階建てグリーン車は211系サロ212.213型100.100番台に改造された100番台が団地用 1100番台が寒冷地仕様で、共通の改造として2 1 1系仕様の電気指令式ブレーキ化、側面行き先表示器の LED 化などが行われた。100番台車は引き続き、東海道本線東京口用に投入され、多摩地車両センターの2 1 1系平屋プラスに、階立てグリーン車が高崎車両センターに転用された。 1100番台車は寒冷地帯を改造を施して、東北本線、高崎線の上の口用に投入、高崎車両センター所属の211系に組み込まれて使用された。車両受給の都合から、サロ124型のうち12両は、方向転換の上、車掌室をトイレ、洗面所に改造して、サロ213型へと改造されている。また、 本来の向きとは逆向きで使用されていたサロ125型も方向転換して本来の向きに戻しサロ213型となったその他のサロ124型17両はサロ212型に改造されているまた主者がサロ124から1から8のものは引き続き TR69 系台車となりサロ212系 サロ213型への改造後は両車とも DR69 系台車を装備した車両同士で組み合わせて登場し、当初、総武快速、横須賀線に所属していた車両について、カラーシートは改造後も張り替えずそのままで登場した。田町車両センター及び、 高崎車両センター所属の2 1 1系の e e 2 3 3十3 0 0 0番台への置き換えにより2012年から2014年にかけて廃車されている。4 1 5五8 0 0番台 JR 西日本では1991年3月の七尾線、津端、枠浦温泉間の直流電化に伴い、交流電化の北陸本線に直通するため、普通列車に 高直流電車が投入されることとなった。関西圏への221系投入で余剰となった113系が高直流化改造され、415系800番台となった。転用にあたっては、電動車のユニット組み替えを伴う編成変更、及び形式間改造が1990年から行われた。 1 1 3系0番台21両800番台12両の33両が改造され、クモハ4 1 5系モハ4 1 4系クハ4 1 5系の3両編成11本が蘇生された。改造後は3両編成となるため、クモハ113、床下に交流機器を搭載するため MG、非搭載者のモハ112、1 1九馬の MG を搭載しているクハ111が、 タネ社に選ばれた。交流機器は直流電化区間のみで運用されていた、福知山線、山陰本線の特急、北、近畿用の485系から転用された。塗装は、先頭車が青とグレー、中間車が赤とグレーを基調としたものとなった。早期に落成した編成は新福知山色で登場し、七尾線電化まで、福知山線系統で使用された。 国鉄分割民営化後は多くの車両が承継された。また、オリジナルカラーに塗り替えられた車両もある。2019年現在、定期運用と在籍があるのは JR 西日本のみとなっている。111系は1962年6月に東海道本線東京口で営業運転が開始され、横須賀線でも1962年10月に営業運転を開始した。 1964年2月には出力強化型の113系が投入され、横須賀線、伊東線で営業運転が開始された。113系は、東海道本線、横須賀線や京阪神地区等の近郊輸送のほか、房総地区や東海道、山陽地区のローカル輸送にも使用され、直流電化の平坦線区で広く使用された。国鉄時代には給料の自己廃車が発生した。 1985年12月には、近郊型直流電車の後継となる211系が登場し、老朽化の進んでいた111系の置き換えも開始されている。国鉄分割民営化直前の1987年3月には、四国の高松近郊が電化され、111系の3、編成12両が静岡運転所より転入した。 1987年4月1日の国鉄分割民営化により、111系、113系は、東日本旅客鉄道に2566両、東海旅客鉄道に438両、西日本旅客鉄道に772両、四国旅客鉄道に12両の計2788両が、承継された。JR 東日本では、発足当時に、 以下の線区で用いられた。横須賀、総武快速線からは1999年に、東海道線東京口からは2006年に113系が消滅した。暴走地区に残った113系も2011年に全廃となり、JR 東日本の113系は消滅した。この置き換え時期に廃車された一部の車両は、四国旅客鉄道と伊豆急行に、 譲渡されているこのうち、伊豆急行譲渡車については、東京急行電鉄からの8000系譲渡に伴い、2007年までに全車廃車されている。JR 東海の113系は、静岡車両区と新両車両区に所属しており、東海道本線や中央再線で使用されていた。JR 東海所属車は1995年、頃より床下の危機器。 台車などの塗装を灰色に変更していた。いずれも313系などへの置き換えが進み、2007年3月17日をもって定期運用を終了した。その後、診療所属者は同年11月までに、静岡所属者は12月までに全車が廃車、解体され、同社の113系は2007年度に消滅した。国鉄時代に、 静岡地区で廃車となった区派111から1は、佐久間レールパークで2009年11月まで保存された後、2011年3月に開館したリニア鉄道館で保存されている。モ派111.110から1が浜松工場に保存されていたが、2010年12月に解体された。五千七百番台の緑色単色塗装車 JR 西日本では、 ほとんどの車両に最高速度を時速 110km にする高速化工事を行い、一時は車番が5000から7000台になった車両が大半を占めていた。福知山線での運用ではブレーキテコ非改造の関連で高速仕様を外された車両が発生している。編成の組み替えが頻繁に行われるため、様々な塗装や仕様の車両を連結した編成が見られていたが、 2009年から始まった塗装の単色化や113系自体の減少により見られなくなっている。113系運用線区の単色化は、京都地区が抹茶、木の葉など和をイメージした新緑色、和歌山地区が太平洋の輝きをイメージした青緑色、中国地区が瀬戸内海に反射する太陽光を表す濃厚色となっている。 2020年12月1日現在、福知山電車区、水田総合車両所、岡山電車区に配置されている。2005年4月25日の福知山線脱線事故の影響で ATSP 対応、非対応車の転配属が頻繁に行われていた時期があった。なお、京阪新地区では221系、223系、225系などの投入で、 兵庫県の姫路駅伊勢での運用となっている。広島地区でも227系の投入により2019年に撤退している。福知山線脱線事故後の天洋草津線に入線した113系半和線職2005年に起きた JR 福知山線脱線事故の運転再開に際し ATSP の整備が求められ ATSP 地上設備への改修とともに 運用する車両も ATSP 装備車が必要になった。そのため一旦は、同線での運用から撤退していた113系の、うち ATSP 装備車が、同線運用に復帰。福知山線入線のための改造、再改造、複雑な点配をすることになった。当時福知山線に配属されていた117系は、ATSP 未装備のまま、福知山線から撤退し、 岡山に転出した元ひねの区113系と交換の上 ATSP 装備車の確保を行った。113系は貸し出し転用の形で宮原総合運転所に復帰。塗色変更は後回しにされ、半和色や瀬戸内色のまま運用を開始されたほか、一部は検査、入場時に湘南色に戻され、所属も宮原所属に変更された車両も存在した。 このほか京都総合運転所所属の 113KATSP 装備車も宮原署に貸し出された。この関連で、半和職や、瀬戸内路社が、佐賀の製や湖西線の運用に入ることもあった。また上機オバマ線運用車の一本も貸し出されていた。ところが当機を迎えるにあたり、元ひねの区転用車は、半自動設備がないため改善が必要になった。今度は、 ひねの電車区の体質改善車と交換されることになる。ひねの区の体質改善車は、規制スイッチ取り付けに伴い半自動設備が撤去、されていたが、転用に際して、同スイッチの撤去及び、半自動設備の再取り付けが実施された。このため元ひねの車は再度ひねの区に復帰することになった。またにパンタ車は、京都署の佐賀の専運用車のもは1125700。 バンダイや7000バンダイが転用された。福知山線で同系の運用が終了する2012年3月まで、宮原署と京都署では、車両の対策を行いながら運用されていた。JR 四国では111系の3編成12両が継承され、1988年には、廃車の車席復活により111系の2編成4両が増備された。 高松近郊の電化区間のほか、瀬戸大橋線を経由して、岡山駅へも乗り入れていた。2000年より、JR 東日本から譲渡された113系の3、編成12両の大規模更新車が投入され、111系の電動車が消滅した。111系の運用終了時には一編成が、湘南色に戻されてのさよなら運転が行われている。廃車後は、 湘南色の一両が、田土津工場で保管され、同工場での事故復旧訓練などに使用された。四国島内では、予算線の高松観音寺間を中心に使用され、観音寺伊予最上館は1日1往復のみ、乗り入れていた。土産線の田土津琴平館でも運転されていたが、2017年11月時点で、同区間での定期運行はない。岡山駅へも乗り入れていたが、 2016年に113系による乗り入れは終了した。JR 四国の113系の営業運転は2019年をもって終了した。この113系の全廃で JR 四国管内から直流直巻電動機を搭載した電車及び普通構成の電車は完全に姿を消したほか、JR 四国が保有する電車の VVVF 化100%を達成した。 東海道本線東京口の113系、東海道本線からの撤退に伴いさよならヘッドマークを掲げて走る113系、東海道本線東京口では1962年6月より111系の営業運転が開始された。当初は東京駅のまず駅間を主体に運用された。111系の投入で捻出された80系は、東海道本線名古屋口、 大阪口の客車列車の電車化などに転用された。1963年には、伊東線の新製の丘用に113系が投入され、その後も順次増備された。80系と並結していた、郵便、荷物合わせ作り車の雲湯に81型に変わり、新製の電車の111系、153系と、並結運転が可能な郵便荷物車として、72、 系の改造による雲湯に74型が投入された。当初は111系の車体構造を基本に全面非貫通とした雲湯に111系の心臓案も計画されたが、雲湯に74型の改造投入となったため、計画のみに終わっている。1966年10月のダイヤ改正では、113系による豊橋発東京行きの夜行列車も設定され、 1968年10月のダイヤ改正で1 5 3系による 144M 列車となるまで運用された。登場当初より大船電車区と静岡運転所に配置されたが、1980年の横須賀線分離の際に新設された高津電車区へ移管され、後に田町電車区にも新請配置された。1980年10月のダイヤ改正では急行 伊豆と朝夕の通勤輸送に使用されていた153系の老朽置き換えのため、113系2000番台と185系が投入された。113系はラッシュ時の153系普通列車の運用を置き換え、185系は急行、伊豆を格上げした特急、踊り子を中心に運用された。1981年10月のダイヤ改正では、 東海道線東京口に2000番台が投入され、グリーン車はサロ110系0番台の老朽化による代替として1200番台が増備された。1986年3月のダイヤ改正より、近郊型電車の後継となる211系が東海道線東京口で運用を開始した。1987年の分割民営化当時は最長で浜松駅まで直通したが、 その後静岡駅までに短縮され、2004年10月改正で沼津までの直通となった。高津電車区は2004年に高津車両センターへ改称された。東海道本線東京口の113系は2004年10月から2006年3月17日にかけて E231 系に置き換えられた。多くは廃車されたが車歴が浅い一部の車両は 幕張車両センターに転属された。また、その際に捻出された2階建てグリーン車は、東海道本専用のサロ212.213型100番台、宇都宮線、高崎専用のサロ212.213型1100番台へ改造され、211系に順次連結された。なお、最後まで運用されたのは、基本編成4本と付属編成5本の、 計64両であった。最後まで残った S96 編成は、同年4月26日に、長野総合車両センターへ、廃車改装され、東海道本線東京口の113系は、消滅した。横須賀、総武快速線の113系1500番台、横須賀線の113系1番台111系は、東海道線に続いて、横須賀線にも投入され、 1962年10月に営業運転を開始した。当初の塗装は、東海道線用と同じ湘南色であり、五条防止のため、横須賀線のヘッドマークが掲出されていた。1964年2月には出力強化型の113系が投入され、横須賀線、伊東線で営業運転が開始された。 年出された70系は横須賀線の編成数増加や新潟地区の普通列車用に転用された。横須賀線では増備途中より青15号とクリーム1号の横須賀色が採用された。当初の横須賀色は湘南色と同じ塗り分けであったが窓部のクリーム色が目立ちすぎるとの意見から囲碁の増備車よりクリーム色を狭くした塗り分けに変更されている。 従来12両編成であった横須賀線は混雑緩和のため15両編成化されることとなった。図紙駅より先は15両編成の入線が不可能であり図紙駅で増解決を行うこととなったが図紙駅での栗浜方にある留置線確保の観点から下り方に付属4両編成、上り方に基本11両編成の蘇生となった。1965年には 栗浜法基本10両、東京型、付属5両の暫定15両編成での運転が開始され、1968年までに付属4両、基本11両の編成への蘇生変更が完了した。1972年7月のダイヤ改正により、総武快速線の東京地下線が開業し、1000番台が総武快速線で営業運転を開始した。当初は、 東京駅津田沼駅間での運転が主体で、一部が、かず一宮駅、君津駅まで乗り入れた。翌1973年には、直通運転を考慮して、横須賀線にも1000番台が投入され、捻出された113系齢番台が、名古屋地区や関西、岡山地区に転用された。1976年10月には、総武快速線、 の東京駅品川駅間の地下線が延長開業した。1978年の新東京国際空港の開港に伴い、総武快速線の一部列車が13両編成に増強され、混雑の緩和が図られた。1980年10月のダイヤ改正で、東海道本線と横須賀線の線路が分離され、横須賀線と総武快速線は横須賀、総武快速線として、 直通運転を開始した。これに伴って2000番台と1500番台が申請投入され、総武快速線はグリーン車を含む15両編成に増強された。1981年7月に総武快速線の津田沼駅千葉駅間の複々線化が完成し、同年10月のダイヤ改正で1500番台が増備された。 1994年から1999年にかけて E217 系に置き換えられ、横須賀、総武快速線での113系の運転は終了した。一部編成が、房総地区や東海道本線東京口のほか、E231 系が投入されるまで、暫定的に小山電車区に転属し、東北本線でも使用されたことがあった。 暴走方面の臨時快速、白い砂湘南色に塗り替えられた。幕張車両センター所属の113系、暴走各線からの撤退に伴いさよなら、ヘッドマークを掲げて走る113系1968年7月に、千葉駅木更津駅間が電化された暴走再線は、翌1969年7月に、千倉駅まで電化が延伸され、 普通列車に113系1000番台が投入された。配置は津田沼電車区であった。その後も外房線、総武本線、成田線、東金線、鹿島線の電化により113系の運用範囲は拡大された。113系は1969年から1971年の柿輸送で臨時急行列車、内房にも使用され、 いわゆる遜色急行となっていた。1972年7月の総武快速線の開通と同時に、暴走東線が電化された。これに備えて線番台が登場し、同年に新設の幕張電車区に配置された。下記の暴走半島の海水浴客輸送の臨時列車として、快速、白い砂、青い海が113系により運転された。 1974年には、首都圏に霊番台と千番台が投入され、年出者は房総地区と山陽地区に転用された。房総地区への転用は、総武本線の桜駅調子駅間と成田線、鹿島線の電化に伴うもので、同年10月より普通列車の電車運転が開始された。房総地区に残っていた72系などの旧、 性能車は、東海道線東京口への113系で、バンダイの投入で年出された例バンダイにより、置き換えられ、1977年9月に、房総地区の新性能化が完了した。1986年3月には、房総地区の113系の配築所が、幕張電車区に集約されている。1986年11月の国鉄最後のダイヤ改正では、 単編成化と列車増発により静岡運転所、阿蘇市電車区、ひねの電車区から木派111型が転入した。横須賀色へ塗装変更されるまでの一時期は、湘南色や阪和線快速色との混色編成も見られた。末期まで113系が使われていたのはすべて、千葉支社管轄の千葉県内の総武本線、成田線、内房線、外房線であった。 成田線成田阿鼻コ間の運用は103系への置き換えが進められ、113系の運用は1998年3月14日の改正で消滅している。総武快速線の両国千葉間では、内房、外房線方面に向けて新聞の遊館を輸送する新聞電車として走行していた。新聞電車は1996年12月に、 従来の雲湯に143型から1 1 3系での運用に変更され、有観発行日の平日、土曜日に定期列車として両国千葉間で運転されていた。総武快速線と東海道線の1 1 3系、運用終了後は東京都内へ乗り入れる唯一の1 1 3系運用となっていたが、2010年3月のダイヤ改正で廃止された。新聞電車は 千葉駅到着後、外房線方面14時11分発安房、鴨川行き、内房線方面14時28分発安房、鴨川駅に分割されていた。なお、夕刊の発行されない日曜日祝日、年末年始は運休し、このような場合は幕張車両センター千葉間の回送列車として運転され分割されていた。なお、いずれにしても千葉駅は、 外防線ホームに到着し、内防線用車両は切り離された後すぐに回送列車となり、一度稲毛駅付近のクロス信号状に回送後、改めて内防線ホームに入線していた。2005年以降に東海道本線から撤退した車両、2006年秋以降に東北本線、高崎線から211系への地い円がそれぞれ行われた。初期車に関しては、 構図車両センターからの車歴の若い車両によって置き換えられたほか E231 系の増備で年出された211系3000番台が高崎車両センターから転入し2006年10月21日から運用を開始したその後京浜東北線から転用された209系2000番台2100番台により211系よりも先に置き換えられ 営業運転は2011年9月1日に終了した。同月23日と24日にマリー116編成とマリー217編成を用いたさよなら運転が行われ、10月15日には同社の長野総合車両センターへの配車回送を兼ねた団体臨時列車。 さらばスカ色113系暴走から長野への旅が JR 東日本で最後まで残ったマリ116編成を用いて運転された。マリ116編成は運転翌日の10月16日付で廃車となり JR 東日本から113系が消滅した。2011年に廃車となった湘南色 S62 編成の区派111から249は 前頭部のカットモデルが長野総合車両センター内にある長野スキルアップセンターの訓練用教材として設置された。外観は長野地区の115系を模したものとなり、外部塗装は長野色に変更され、台本が115系仕様のシャッター式に改造されている。静岡地区の113系、通勤快速東海道本線東京口用の111系、 113系の配築所の一つとなった静岡運転所は後に静岡地区のローカル輸送が中心となり111系が国鉄末期まで残っていた国鉄時代には113系により大井川鉄道へ直通する臨時列車も運転されていた1977年3月より東海道線静岡地区への113系で 番台の投入で80系が置き換えられ、80系の東京駅への乗り入れも終了となった。1984年2月のダイヤ改正では、地方都市圏の指揮電車が推進された。静岡都市圏では、駿河シャトルの愛称が付与され、当初は113系にヘッドマークが検出されて、運用された。国鉄分割民営化後は、東海道本線の JR 東海区間を、 約6時間で走破する、前原発熱海域の定期普通列車も設定された。T100 編成は、東海道本線東京口で、付属編成として、また、伊東線、伊豆急行線内の普通列車として使用された。早朝にあった JR 東海車での、単独運用である、東京発静岡業1本を除き、JR 東日本の基本編成と並結して、 東京駅まで乗り入れていた。2003年のゴールデンウィークには、臨時、大垣夜行として8両編成で、東京、品川大垣間を営業運転した経歴がある。2004年10月のダイヤ改正では、JR 東日本の E231 系の申請によって、余剰となった113系基本編成を4両に、組み替えの上で T100 編成を置き換えている。 この改正と同時に211系を含めて、沼津、島玉から、クリーン車連結編成による運用が消滅した。2005年の愛知万博開催時は、万博輸送のために211系の大半が、診療に転属、または貸し出ししたため、一時的に113系の運用は大幅に増えた。また、静岡所属の一部の113系も診療に、応援に入った。 JR 東海時代の最末期には、静岡車両区の113系は、東海道線と御殿場線で運用されており、4両、編成1本と3両、編成2本の、軽重量が在籍していた。最後までオリジナルの113系が多く残っていた、地区だったが、2006年10月から、大垣車両区より転属された211系5000番台や、 新たに投入された313系により順次置き換えが行われ、2007年3月17日を最後に定期運用を終了した。同年12月末頃、最後まで残っていた4両編成1本が廃車された。T100 編成は2005年10月から廃車が始まり、2007年5月現在、全車が廃車となっている。 中央再線の113系中央本線では1973年7月のダイヤ改正で中津川駅塩尻駅間が電化され、中央再線の全線が電化された。名古屋駅中津川駅間の快速列車に113系を投入し、捻出された80系などが中津川駅長野駅間の普通列車に転用された。 1978年からは70系電車の置き換え用として2000番台が申請投入された。配置は新両電車区である。1978年7月より中央再線の普通列車と岡田線に2000番台が投入され、両線区の70系が置き換えられた。中央再線と新越地区に残存していた80系は、 113系2000番台と115系1000番台の申請投入により置き換えられ、1980年3月に両地区での営業運転を終了した。1982年7月の関西本線、名古屋駅、亀山駅間の電化に伴い、1982年3月に113系2000番台が投入された。この亀山電化用の二千番台のゾ備をもって、 113系普通車の新造は終了となった。最末期には2000番台の6両編成3本と4両、編成1本の計22両が在籍しており、名古屋中津川間でラッシュ時を中心に使用されたが、2006年11月10日をもって定期運用を終了し、313系造備車に置き換えられた。その後は臨時列車としての運用のみで行われていたが、 2007年11月に最後まで残っていた4両編成1本が廃車された。新両電車区の113系は2001年夏に臨時列車として東海道本線の品川大垣間を営業運転した経歴がある。ATSP 型を装備しない車両であったが JR 東日本管内では併設している a t s s n 型を使用して運行された。 東海道線名古屋地区の113系2000番台、東海道本線の名古屋口には1977年より、京阪新地区の113系0番台が転入しており、従来の80系電車の置き換えが開始された。配置は大垣電車区である。1978年3月より、シートピッチ拡大車の113系2000番台が申請投入され、 同地区の新生農家が完了した。東海道線静岡、名古屋地区の80系は消滅し、全金属車の300番台が飯田線に転用された。1986年11月のダイヤ改正では、東海道線名古屋地区に211系と117系100番台が投入され、同地区で使用されていた111系が廃車となった。 東海道本線での運用が中心で、中央本線はラッシュ時のみ入線した。1999年のダイヤ改正において313系の投入が開始されたのに伴い、大垣車両区の113系は、新両車両区に転属となった。国鉄時代の京阪神快速113、軽グリーン車連結末期の京阪神快速113、 KJR 加護の京阪神快速113、京リバイバル新快速大阪地区の東海道、山陽本線では、急行料金不要の急行電車が、戦前の1934年より運転されており、1936年から1937年に、かけての流電52系、半流43系の投入を経て、戦後の1950年より80系電車が、 投入されていた。1957年に快速電車となり、1961年には一等車の連結も開始されたが、2、扉デッキ付きの80系では、混雑時の対応が困難になったため、京阪新快速に113系が投入されることになった。1964年に関西発の113系が宮原電車区に申請配置され、 京阪神快速用として運用を開始した。京阪神快速には1964年に 113K51 両が投入され、同年9月より営業運転を開始した。80K では一部に一等車が連結されていたが、113K では一等車を含まないモノクラスの11両編成となった。山陽本線の高取駅西明石駅間の 複々線化が完成した1965年3月時点で113系は114両まで増備され、80系は山陽地区の普通列車に転用された。1966年10月のダイヤ改正より、京阪神快速の113系の一部に一等車が連結された。従来の80系の一部編成に組み込まれていた一等車の置き換えが目的であり、 サロ153型の改造車であるサロ110型が組み込まれた。1968年10月1日のダイヤ改正で、軽阪神快速の80系電車が113系に置き換えられ、113系の配置量数は、宮原電車区の方勝月電車区、赤石電車区を合わせた3区所合計で430両に達した。国鉄の一等車は1969年に、 クリーン車へ変更されている。1970年の日本、万国博覧会開催を前に、阿保市電車区が開設され、宮原区、赤区の113系が阿保市電車区に移管された。大阪万博の輸送に対応するため、113系1000番台が横須賀線に投入されて年出された113系0番台が横須賀線から京阪神快速に転用された。 万博の開催期間中は、横須賀色の113系による臨時快速列車万博号が川瀬駅茨城駅姫路駅間で運転された。同年7月には、高槻電車区の113系で、サロ112型を含む8両編成1本が試作冷房車として改造された。万博輸送終了後の1970年10月のダイヤ改正では、 京都駅西明石駅間で新快速の運転が開始され、万博号に使用されていた横須賀色の113系7両編成が投入された。新快速の運転区間は1971年4月のダイヤ改正で京都駅草津駅間が延長され、増発に伴って横須賀色の113系は新快速のみでの運用が困難になったため標準の湘南色に 変更された。1972年3月に山陽新幹線の岡山開業に伴うダイヤ改正による電車急行の廃止で余剰となった153系が転用され、113系による京阪神の新快速の運転は約1年半で終了となった。新快速の153系への置き換えで年出された113系は、 東海道線静岡地区と阪和線に転用された。阪和線に転出した113系は、天王寺和歌山間の新快速に使用された。同じ1972年3月の改正では、赤黄線の備前型紙まで直通する列車も設定された。京阪新快速の備前型紙直通は、JR 加護の2000年3月11日改正まで行われた。 1972年3月より、宮原電車区の1 5 3系で運転されていた、四国連絡の宇野線快速列車は、混雑への対応のため1973年10月に1 1 3系を置き換えられた。これにより1 1 3系の宮原電車区への配置が復活し、送り込みを兼ねて、大阪・岡山間の快速列車1往復が1 1 3系で運転された。 年出された153系は、山陽本線の快速増発用などに転用された。クリーン車のサロ112型は、加工窓で老朽化が著しいため、横須賀線で定員が少なく不評であった。サロ113型13両が1976年に、京阪新築に転入して、サロ112型が置き換えられている。1977年9月より113系で、 バンダイ申請冷房車が投入され、年出された113系冷バンダイ初期車が、東海道線名古屋地区の80系を機械に転用された。1978年4月からは、シートピッチ改善車2000バンダイが投入されたほか、1980年1月には、新快速に117系が投入された。軽半新快速のグリーン車は、利用客が少なく、 1980年10月のダイヤ改正までにグリーン車の連結は終了となった。老朽化の進んだサロ110系霊番台は廃車となり、経年の浅いサロ113型は首都圏に戻されて横須賀総武快速線の直通運転開始用に転用された。宇野線快速の113系は1980年2月13日に、 岡山電車区の115系グリーン車なし編成へ置き換えられ、京阪新地区との直通も8月23日に全廃となった。大阪岡山間の直通列車は113系で、残り JR 加護の1989年3月11日のダイヤ改正で廃止されるまで運転された。1986年11月1日の国鉄最後のダイヤ改正で、 高月電車区の東海道、採用専用113系が、阿保市電車区に、古西線、草津線用の700番台車が、宮原電車区に移管された。同改正では、複々線区間で快速と同じ、内側線、電車線を走っていた、新快速が、外側線、列車線で運転されるようになった。 1987年の国鉄分割民営加護は424両が JR 西日本に承継された。JR 加護のアボシ電車区の113系は例、万代初期車が多数所属し、会計編成として主に東海道、山陽本線の快速で運用されていた。1989年には221系の新快速、快速への投入が開始され、 に扉の117系が置き換えられるとともに113系非冷房車の一部に廃車が発生した。1991年には直流化された北陸本線長浜駅への乗り入れが開始された。1992年には京阪新地区で余剰となった117系が岡山、広島地区に転属し、同地区の115系が阿干しに、そして戸松木の形で、 阿保市から宮原に113系が転入した。京阪神快速での時速 110km 運転開始に伴って、113系は高速化改造が施行された。1995年4月20日内野改正では、宮原電車区の湖西線、草津専用5700.7700番台4両編成が、無効長所に転属し、宮原には6両編成のみ配置されるようになった。 1998年3月の万端線、姫路寺前館殿下の際は103系の改造車3500番台2両編成が投入されたが、朝ラッシュ時の輸送力確保のため、宮原電車区の113系6両編成が姫路寺前館1往復のみ運用された。113系による万端線運用は2004年6月15日に221系を置き換えられるまで続いた。 1990年代から221系と223系の増備により、徐々に数を減らしていき、2004年10月16日のダイヤ改正で、東海道、山陽線での113系への運用は終了した。阿保市総合車両所所属者は、阿保市駅大垣駅間の2府3県にまたがる。 長距離運用とそれに使用されていた7両編成プラス4両編成及び4両編成プラス7両編成の11両運用が末期まで残っていた。宮原の6両編成も223系の阿保市への配置に伴い運用を保市所属の221系に置き換えられ残った車両も宅所に転属した。東海道 山陽本線での運用撤退前の2004年10月10日、鉄道の日を記念して、新快速がリバイバル運転され、117系と、初代新快速の重当形式であった113系が使用された。重当されたのは、阿保市総合車両所の計8編成7両で、新快速新設時の区間となる大阪京都、西明石大阪間で運転された。運用にあたって、 新快速運用時代の種別プレートの掲示、車体の JR マークの消去、トップナンバー車の連結のほか、運転手と車掌が国鉄時代の制服を着用して乗務するなど、可能な限り国鉄時代への復元がなされていた。阪和線の新快速規制本線の百十三系、規制本線で運用される4両編成二千四年八月十八日、 海南駅半和線への113系の初投入は1972年で、阿保市電車区からの転入者が、大鳥電車区に配置された。グレーチに青帯を巻いた、半和線快速色に塗装変更され、1972年3月のダイヤ改正で運転を開始した、新快速に使用された。新快速は、天王寺駅和歌山駅間を所要時間45分で、結び、 途中停車駅は大鳥駅のみであった。新快速のヘッドマークは、京阪神新快速の153系のものではなく、専用のものを装備していた。阪和線の新快速は1978年10月まで運転された。1976年には、阪和線の新性の丘のため700番台が、京阪神快速に投入され、捻出された0番台が阪和線に転用された。 阪和線ではこの時点で70系など旧性能車が残っていたが、103系の増備で1977年3月に新性能化が完了し、70系は復縁線に転用された。1978年10月のダイヤ改正では、帰省本線の和歌山駅新宮駅間が電化され、普通列車には113系2000番台の申請車、及び、 京阪神快速への113系申請投入に、伴う113系転入者が投入された。この電化とともに、ひねの電車区が新設され、大鳥電車区の半和線、関西本線系投用車両が移管された。半和線の新快速は、この改正で消滅したが、同線の快速列車の2本に1本が、規制本線へ直通運転するようになった。 ひねの電車区に所属していた関西本線用車両は、1985年に奈良電車区に転属した。1986年11月のダイヤ改正では、中央本線の急行、アルプスの定期列車廃止で余剰となった165系が、松本運転所からひねの電車区に転入し、帰省本線の113系の一部と、客車列車を置き換えた。 年出された113系は、福知山線、山陰本線電化用の800番台への改造主車となったほか、区波111型は、阪和線、規制本線と房総地区の113系6両編成の4両単編成化に使用され、房総地区転用車は幕張電車区へ転出した。国鉄分割民営化後は64両が JR 西日本に承継され、 半和快速色の他に、関西線快速色をまとう車両が存在した。規制本線で運用される車両には、独自の装備として、規制スイッチが設けられている。これは、車両と運転台の途兵等を連動させず、車掌が途兵を確認して確認ボタンを押すと、運転台の途兵等が点灯するものである。規制本線はホームがカーブにあり、見通しの悪い駅が多く、車掌が 社外に出て安全を確認する機会が多いため安全対策として国鉄時代より各社に改造で設けられている。JR 西日本発足後、配置車両は阪和快速職をまとう4両編成に統一され、阪和線や帰省本線、和歌山線で主に運用された。2002年にはワンマン用2000番内に両編成が配属され、 2004年以降、4両編成は、阿保市署への223系投入による車両転配によって阿保市と京都から転入してきた体質改善車に置き換えられた。2004年6月2日、規制本線の冷水浦駅で113系4両編成による、五房発和歌山駅の快速列車が、線路上に散乱した丸太に乗り上げて脱線する事故が発生し、 戦闘一両目の区波111の5259が脱線した。原因は、ベース浦駅直上の国道42号で、大型トレーラーが速度超過により横転し、積み荷の丸太が線路上に落下したことによる。区波111の5259は2004年12月15日付で廃車となった。2005年に発生した JR 福知山線脱線事故に関係する。 車両転廃により、再び半和快速職をまとう、体質改善工事未試行者が復帰した。2008年3月ダイヤ改正時に223計2500番台、2011年3月ダイヤ改正時に225計5000番台が多数増備されたことで、半和線では早朝、朝ラッシュ各一往復まで運用が縮小した。2010年4月1日時点では36両が、 配置され、12両が、半和快速職であった。大阪環状線、半和線、規制本線で運用され、4両編成を2本、使用した8両での運用も存在した。225系5000万台の増備に伴い、ひねの電車区の113系4両編成は2011年12月10日を、もって、定期運用を終了した。 2012年3月31日と4月1日には、繁華色の編成を使用した団体臨時列車、ありがとう113系繁華色号が、天皇寺すさ館で運転された。半ワ快速色編成は、岡山電車区に転属したが、MM ユニットは、廃車となり、先頭車は、下関総合車両所広島支所から年出された、MM ユニットと編成を組んだ。 体質改善者編成は、下関総合車両所広島支所に転属して、P 編成を名乗り、113系改編成の内体質改善未試行者を置き換えようとされた。2011年12月10日に4両編成が撤退した後も、2両編成は、ひねのきいた鍋間で運用を続けた。2012年10月には105系のダイソーで、帰省本線。 和歌山和歌山市間に入選している。2000番台2両編成は2020年3月14日のダイヤ改正で227系に置き換えられ、定期運用を終了した。2020年4月1日時点でワンマン運転対応の4両が在籍していたが、HG201 編成が同年4月22日付で HG202 編成が 同年4月30日付でいずれも廃車された。関西本線の大阪環状線直通快速列車、桜井線の113系1973年に、関西本線の港町駅奈良駅間が電化され、同年10月のダイヤ改正より101系、113系電車が投入された。113系は、 快速列車用として例番台が首都圏から大鳥電車区へ転入し、阪和線快速色に対してクレーンに赤帯の関西、線快速色に変更して投入された。113系は大阪環状線経由で大阪駅方面奈良駅間を直通する快速列車にも使用された。当初は休日のみの直通運転であったが、好評なことから1974年7月より、 毎日運転となった。関西本線への投入当初は、大鳥電車区、後に、ひねの電車区に配置され、関西本線への出入りは当時存在した、半和貨物線を介して行っていたほか、前述の通り半和線、規制本線でも運行されていたため、半和線内で車両の向きが揃えられていた。そのため、天王寺駅では、半和線向けの車両と向きが逆になっていた。はじめは、 半和線の車両と配置が同じだったので、車両運用の都合上、半和線、規制本線でも運行されていたが、冷房化が進んでいた半和線向けの車両に比べると、関西線向けの車両は、非冷房の初期型が多く、サービスの面では見劣りしていた。山和寺海賊の原型となる大阪環状線奈良直通の快速電車には、先頭部に、 快速なら大阪というヘッドマークを取り付けていた。当初は折りたたみ式の大型のものであったが、1978年10月以降は着脱が簡単な小型のものに変更された。1980年3月に桜井線、和歌山線が草津線と共に電化され、桜井線、和歌山線には関西本線用と同じ赤帯塗装の113系が投入された。 この113系は、在来車の転用であり、2000番台の、京阪神快速への投入や宇野線快速への115、京千番台の投入で年出されている。1982年8月1日、台風1号による大雨で大和川が氾濫して、王子駅の留置線が水没し、留置されていた101系と113系が浸水した。101系は、 大半が首都圏からの転用者により廃車代替されたが、113系は各社とも復旧された。113系の復旧工事は、高取工場、水田工場の他名古屋工場でも行われ、名古屋工場へは機関車県員で入場した。1984年10月には、奈良西や和歌山線、紀勢本線、和歌山和歌山市間が電化され、 105系とともに113系が投入された。1984年に奈良電車区が開設され、1985年3月14日、国鉄ダイヤ改正で、ひねの電車区の関西本線系統用車両が奈良電車区に移管された。国鉄分割民営火事は112両が JR 西日本に承継された。1989年3月11日の、 ダイヤ改正で大阪環状線から関西本線、鴨までを直通する大和寺快速が登場。使用車両も新型の221系へと交代したが、改正後も113系による大和寺快速が運転されていた。なお、大和寺線と大和寺快速の相性制定後は、奈良を大和寺に修正したヘッドマークも制作されたが、221系への 装備後は、ヘッドマークの取り付けを省略したため、短期間使用されただけで終わった。1991年には、大和寺線で、1994年3月に、奈良線、和歌山線での営業運転を終了する。その後は、同年9月の関西国際空港開港までの、期間、特急、はるか運転に携わる線路のための乗務員、訓練列車として使用された。 1995年1月の阪神大震災、発生に伴い、JR 神戸線の完全復旧までの間、迂回路となる、福知山線での列車本数増発のため再度、営業運転に抜擢され、6両編成で使用された。その後は運転休止中の2両を復活させて4両、編成2本が蘇生され、山陰本線、京都その辺間で使用された。 関西本線のキハ58系と草津線の113系ラッピング列車、忍びトレーン、東海道本線と北陸本線を短絡する、湖西線は1974年7月に開業し、普通列車に113系が投入されることとなったが、寒冷地を走ることから、体感大雪装備が必要となり、700番台が申請投入された。 1980年3月のダイヤ改正では、桜井線、和歌山線とともに、草津線が電化された。草津線電化用には2700番台が申請投入され、湖西線の700番台との共通運用が行われた。電化が完成した草津線では、二往復の客車列車を除く、全列車が113系電車での運転となった。 草津選客車列車は1980年の電化後も50系で運転され、草津から東海道本線経由で京都まで乗り入れていたが、1989年に電車列車に置き換えられた。投入当初は高槻電車区に配置されたが、1986年に宮原電車区へ移管された。国鉄分割民営化後は700.2700 700番台は、 宮原電車区に104両が配置され、湖西線、草津線のほか東海道本線、山陽本線で運用されていた。7 0 0 2 7零零番台は1992年より高速化改造が施行され、5 7 0 0 7 7零零番台となっている。1994年9月には、福知山運転所の800番台区派111から811、他4両編成が、 無効調運転所に転入し、高速化を行わず、草津専用で運用された。編成は C11 編成となり、塗装は、福地山色で運用された後湘南色へ変更された。この編成は1999年に、下関へ転属して、H01 編成となり、中間電動車の115系への差し替えを経て、 両戦闘車は2016年に廃車となるまで運用された。1995年には、湖西線、草津線用の4両編成が、宮原電車区から向町運転所に転入している。向町運転所は1996年に、京都総合運転所の本所となり、京都総合運転所の本所は2012年に、水田総合車両所京都市所となった。 京都総合運転所の113系は、山陰本線の新編成と古西線、草津線用の L 編成で運用が分けられたが、運用の都合で、C 編成が L 編成の運用に入ることがあった。1997年には、古西線、草津線の運用増加のため、福知山の800番台4両、編成1本が転入し、高速化改造車5800番台となり、 L18 編成として運用された。2008年に、阿蘇市総合車両所の221系の一部が、京都総合運転所へ転属し、佐賀の線、古西線で運用を開始した。余剰となった113系は、広島運転所への転属や岡山電車区への貸し出しなど、車両の動きが続いた。広島、 岡山地区典用車は高速化が順次解除され、京都総合運転所に残存した L 編成も2011年までに電気連結機の設置が行われている。5700番台トップナンバーで構成される L02 編成は、先頭車の区波111から5701.5751が ATSP 未設置のまま2010年1月29日付で廃車となった。 中間電動車の模波113.112から5701は L07 編成へ転用され、30N 体質改善者の区ハ111から7705.7755と蘇生された。従来の L07 編成の電動車も、波113.112から7019は、ひねの電車区へ転属している。忍者のゆかりの地を走る草津線の沿線活性化のため、 2017年より113系の位置編成が忍者ラッピング列車、忍びトレーンとなり、2017年2月25日より運転を開始した。清井川駅で草津線と接続するしがらき高原鉄道でも、SKR310 系の2両を使用した忍びトレーンが113系と同日に運転を開始している。2019年11月10日には、 113系の忍びトレーンによる団体電時列車が大阪駅及川駅間で運転された。2020年10月1日現在、700番台と2700番台に高速化改造を施行した5700.7700番台による64両が追田総合車両所京都市所に所属する。そのうち C08C10L03L07L09L15 編成はもは112型に終電装置を2機搭載している。体質改善車で蘇生された編成も多いが、先頭車両のみもしくは中間車両のみを改造した編成も在籍する。福知山線で運用されている宮原所属の6両編成1980年に大阪駅宝塚駅間で電化されていた福知山線は1986年11月の ダイヤ改正で、宝塚駅福知山駅間が、山陰本線の福知山駅木の崎駅間と共に、電化され、113系の体幹大切改造車である800番台が4両編成9本、2両編成14本が投入された。配置は、福知山運転所である。800番台は4両編成が、K 編成、2両編成が、S 編成とされた。 分割民営化前の1987年3月に、ひねの電車区から4両編成1本が追加転入されたため、国鉄分割民営化後は4両編成10本、2両、編成14本の計68両が JR 西日本に承継された。1989年3月のダイヤ改正で、設定された福知山線快速に113系が投入され、 翌1990年3月改正では117系も快速運用に入ったほか、115系も合わせて運用された。1991年の7尾線電化開業で、必要となる車両として2両編成の雲ハ113型が使用されたため、余った雲ハ112型はモハ113型及びクハ111型を連結して3連化されて、Y 編成を名乗った。 2000年3月11日ダイヤ改正で日中の快速が221系による大阪、篠山口間の丹波路快速に置き換えられ、113系は朝夕ラッシュ時の大阪福知山間快速の運用が主体となった。2001年の福知山線篠山口異北でワンマン運転及び輸送量の適正化が行われることとなり、残った Y 編成の大半が二漁化され、 3800番台の N 編成となった。2004年10月のダイヤ改正で113軒は、篠山口以南での運用を一旦終了した。2005年4月25日に、塚口天ヶ崎間で発生した脱線事故の影響で、天ヶ崎宝塚間が6月19日の復旧まで普通となり、復旧の際に ATSP が設置された。 ATSP を持たない117系は、福知山線の運用から撤退し、代わりに、ATSP を搭載した113系40両が、宮原総合運転所に配置され、再び市の山口以南での113系運用が、復活した。2005年6月19日以降、体質改善者、湘南、阪和、オバマ、瀬戸内といった各色の車両が当時 ATSP、 未搭載の117系に代わって運用されることになった。さらに2006年春以降は、当機の半自動扉扱いの必要性から、ひねの電車区から体質改善車が転入した。2011年時点ではすべて体質改善車となっていた。2008年より宮原へ申請配置された223系が、タンバロ快速へ投入されたのに伴い、 アボシ総合車両所の221系が、京都総合運転所へ転属して、佐賀の1113系の一部を置き換えた。篠山口以北の3800番台は2008年の223系5500番台投入により運用を離脱し、9月までに全車が廃車となった。宮原の113系は、2011年10月現在で42両が所属していた。 4両編成はもは112型に終電装置を2機搭載している。全車が体質改善工事施行済みであった。運用は基本的に市の山口駅以南のみであったが、朝、夜の快速列車を中心に新未田駅までの普通や午後の市の山口駅福知山駅間の区間運転に運用された。2012年3月17日が夜改正で、 福知山線に225系が投入されたのに、伴い、113系は221系と共に、福知山線の運用から撤退した。福知山線撤退後は、下関総合車両所広島支所に転属して、P 編成を名乗り、113系改編成の打ち体質改善に施行者を置き換えようとされたが、一部の余剰車は廃車となった。 佐賀野線の113系1990年の山陰本線の京都駅そのべき関電化により113系が投入され、向こう町運転所に配置された。運転開始時は、比例棒の初期車である、阿保市電車区の0番台、福知山運転所の800番台が転入したが、同年夏より冷房車の2000番台が転入し、翌年には大多数が2000番台となった。 電気連結機を装備する新編成が運用され、L 編成による古材線、草津線系統の運用に入ることもあった。1996年のその部福知山間の電化後は、福知山電車区1 1 3系 s 編成との並結運用も見られた。2004年から2005年にかけて、ラッシュ事業として、左派111型を組み込んだ8両固定編成が3、編成存在していた。 サハ111型は体質改善工事を受けた6両が在籍していたが2005年の宮原電車区への転属時に編成から外されて保留車となり2007年5月30日に廃車となった。これによりサハ111型は形式消滅となっている。2008年の福知山1223系申請投入により同線の221系が 阿蘇市総合車両所から京都総合運転所へ転入し、佐賀の線、湖西線での221系の運用が2008年2月より開始された。余剰となった113系は広島地区へ転用され、広島運転所の103系を順次置き換えた。京都その部間の複線化が完成した2010年3月13日のダイヤ改正で、 佐賀の線での113系の運用は終了した。三陰本線での運用終了で余剰となった京都総合運転所所属者のうち3編成が岡山電車区に2012年10月まで貸し出され、2008年から2010年にかけて17編成が広島運転所に転属している。なお、米子市社管内の通勤ライナー用として L08 編成が 後藤総合車両所に貸し出されていたが、2010年3月13日のダイヤ改正で返却された。京都単語鉄道乗り入れの113系5300番台1996年の山陰本線電化開業に際して、300番台の二両編成が、先頭車化、ワンマン化改造により登場したほか、800番台、Y 編成の一部が再び二連化とともにワンマン化され、 S 編成を名乗った。前車の編成番号が一桁であるのに対し、後車は二桁とすることで区別された。後にワンマン車は高速化改造が行われ、5300番台、5800番台に改版された。1999年に電化された舞鶴線でも使用されている。2001年のオーバーマ線電化開業時には、京都所属の車両を抜き取る形で、 オバマ船専用の4両編成が用意され、ラッシュ時を中心に運用されていた。2006年10月に、北陸本線の鶴ヶ駅までの直流化に伴う521系の増備により、オバマ線から撤退、3編成とも京都総合運転所へ転属し、塗装も従来のものに変更されている。S33、S77、S99 編成は、 佐賀の線での運用が2010年3月13日のダイヤ改正で221系と223系5500番台に置き換えられ運用区間がそのべきの先温泉間とされた際に余剰となり廃車となったその後2012年3月17日ダイヤ改正で山陰本線そのべあやべ間を運行する普通列車のすべてを223系5500番台 または221系に統一させる旨が、福知山支社から公式発表され、そのべき綾部機関の運行からは完全に撤退した。2020年10月1日現在、ワンマン運転対応者の5300番台による S 編成12両が、福知山電車区に所属する。全編成とも地域職に塗装変更されている。そのうち、 S2S4 編成は 40N 体質改善工事、試行済み S4S9 編成は、雲波112型に、終電装置を2機搭載となっている。115KR 編成と共通で、舞鶴線と山陰本線を中心に運用しており、2編成連結した4両での運用も見られる。京都単語鉄道偶復線への乗り入れ運用にも、充当されている。 京都総合車両所から貸し出された B-01 編成2009年5月16日、白尾線運用の 113KB-09 編成1973年より、宇野線の快速列車として1 5 3系に変わり、宮原電車区の1 1 3系が使用され、岡山電車区の1 1 5系に置き換わる1980年まで運用された。 岡山地区ローカル用としての岡山電車区への113系の配置は JR 加護であり、当初のは全てよそからの借用車であった。ひねの電車区の余剰車が配置されていた時期があったが、ATSP 型を装備していたために全車がアーバンネットワークに再転用され、2005年6月19日から福知山線の運用に入った後、2006年10月までに全車が ひねの電車区に返却された。2007年以降、湖西線、草津線への223系投入に伴い余剰となった京都総合運転所に所属していた5700番台、3編成が貸し出され、再び B 編成として運用されていた。2011年の阪和線、紀勢本線への225系5000番台投入に、伴って113系が余剰となり、 2012年5月から7月にかけて、追加総合車両所ひねの支所より113系、HG401、HG403 編成の3本が、岡山電車区へ転入し、B-07 から09編成となった。貸出し編成であった B-01、B-02、B-05、編成は2012年8月から10月にかけて、全車廃車された。 B 例に編成は2012年10月20日に、滋賀県安市において爆破テロの救助訓練に使用するため、網星総合車両所宮原市所安波室所に改装され、爆破ラッピングが施された。訓練終了後にラッピングは外され、水田総合車両所へ改装された。2015年3月より、広島地区で227系の営業運転が開始され、 余剰となった113系の一部が下関総合車両所広島支所から岡山電車区へ転入し、一部で編成替えも行われた。2015年5月7月に体質改善車の4両編成1本と戦闘車2両が転入。4両編成は B10 編成となり、戦闘車は B09 編成の非体質改善戦闘車を置き換えた。 2015年10月から2016年2月にかけて、下関総合車両所広島支所から、体質改善車の4両編成2本、戦闘車6両と、MM ユニット2両が転入した。QP4.10 編成は、B11.13 編成となり、QP09 の戦闘車と、9 ×中の MM ユニットで、B12 編成を蘇生。残る戦闘車4両は、 スイタ総合車両所ひねの支所から転属してきた非体質改善者であった B7.08 の先頭車を置き換えた。2018年10月から2019年2月にかけて下関総合車両所広島支所から体質改善者の4両編成6本が転入した。編成番号の変更は次の通り。p 0、H、b 1 5 p 0 3 b 1 4 p 0 5 b 1 7 QP07B18、QP08B16、QP14B19。2020年10月1日現在、52両が所属する。2015年度までは非体質改善車も配置されていたが、現在はすべて下関総合車両所広島支所から、年出された例番台、2000番台の 30N、または 40N 体質改善車で組成される。 全編成の王色に塗装変更されている。そのうち B9.13 編成はモハ112型に終電装置を2機搭載している。運用範囲は山陽本線、姫路三原間、白尾線、倉敷新見間、赤尾線全線、宇野線全線である。また、105警戒編成が検査入場で編成が不足する場合は、復縁線。 福山府中間を代走することがある。側面方向膜が自動巻き取りなのに対し全面方向膜は手動巻き取りであり、作業管理化のため2018年4月から全編成の全面方向膜が撤去された。クレセン運用の113系、P02 編成壁線運用の113系、海0九編成神戸型戦闘車が113系の115系、 G02 編成両端先頭車が113系800番台の115系 H01 編成1975年3月10日のダイヤ改正に伴って首都圏からの111系が大船電車区から広島運転所へ転入し山陽本線の快速列車とクレ線の客車普通列車の置き換え用に投入された編成は6両編成が基本で 横須賀色であった車両は湘南色への塗装変更が行われている。区波111から476など、横須賀色の塗り分けのまま湘南色となっていた車両も存在した。111系は1978年の115、軽申請投入により広島運転所から下関運転所へ転属し、80系電車を置き換えた。 1982年11月のダイヤ改正では、広島地区で4両編成15分間隔の単編成高頻度運転を行う式電車化が実施され、111系の6両編成は4両編成に短縮された。これに合わせて153系の置き換え用として115系の2扉転換クロスシート車3000番台が4両編成で投入されており、 115系3000番台の一部では、クハのみが新造され111系も、ハ111.110系のユニットを組み込んだ、編成も登場している。単編成化により、余剰となった111系の電動車ユニットは、壁線の新製能おかように、戦闘車化改造される計画もあったが、壁線には105系の103系改造編入車が投入されたため、 雲波111雲波110の二両編成は登場しなかった。1986年には首都圏への211系投入に伴って、年出された115系が下関運転所へ転入し、置き換えられた111系は廃車となるか静岡運転所等へ転属した。国鉄分割民営化後の1997年には103、 系の関西地区への一部転出により113系が広島運転所へ転入した。福知山運転所からは、雲波112の810を含む113系単独4両編成が福知山色のまま転入し、H1 編成となった。この捕獲波111から139.268の2両が転入し、115系の G1G2 編成の 神戸法の先頭車として蘇生された。G01G02H01 編成とも1999年に下関へ転属した後、同年には従来の H01 編成が福知山へ再転出し、代わりに草津専用として京都総合運転所に所属していた113系800番台4両編成が下関に転入して新たな H01 編成となった。 2000年には115系、G03 編成の比例防戦闘車区波115系の置き換えで、アボシ電車区より区波111の5091が転入した。当初の115系人編成は勾配、そもそも即ブレーキがない113系に合わせて、岩国異性での限定運用であったが、115系編成に組み込まれる区波111型はそもそも即ブレーキ対応の、 主管制御機に換装されており、実質的に115系として運用されるようになった。113系800番台4両編成であった H01 編成は2002年に中間電動車ユニットが115系に差し替えられた。2004年から2007年にかけて4両編成3本の113系統一編成を尺用していたことがあり、2004年には アボ市総合車両所から一本、2005年には、同所と岡山電車区から、下関地域鉄道部下関車両管理室へ一本ずつ、貸し入れた。2006年に117系の借入車が、転入してきたために、先頭車2両と中間車4両が、宮原総合運転所へ、貸し出し先を変更した。余剰となった先頭車2両は、同年5月に、 最後まで残った一本は2007年12月に廃車された。広島地区に残る103系の置き換えを目的として、2008年より、京都総合運転所、ひねの電車区から113系が転入した。山陰本線への221系転入に伴って、転属した編成で、編成は、開編成を名乗り、2011年4月1日現在で68両が、 在籍していた。このうち36両は体質改善工事試行済みで32両未試行者である。海洋編成は関西高新色、広島高新色、湘南色、瀬戸内色の4種類の車体塗装が存在した。G03 編成の区一111-5091は2008年に高速化解除され区派111から91の番号に復帰した。 H01 編成の115系電動車ユニットは2004年に、阿蘇市総合車両所から転属の115系1000番台高速化改造車に差し替えられていたが、2009年度の高速化解除で、原番号に復帰している。下関所の下派111系0番台、800番台は、全商灯が、原型の白熱灯で残されていたが、原型白熱灯の台座を活用する形で、 廃車発生品を用いた簡易的なシールドビーム化が行われることになり、2006年から2008年にかけて施行された。2011年12月以降、225系投入によって、余剰となったひねの電車区及び宮原、総合運転所所属の113系脱出改善工事編成62両が転入した。そのうち54両が転用され、 残る MM ユニット8両は廃車となった。改変性体質改善車36両のうち14両が投資所にて継続使用となった。その他の車両に関しては、体質改善車のうち MM ユニット6両は岡山区に、戦闘車10両が下関所運用研修センターに転属となった。残る体質改善未試行車32両及び、 体質改善者 MM ユニット6両は廃車となった。P 編成は2012年2月末から順次運用入りした。115系 G 編成、C 編成に連結されていた113系、115系戦闘車の老朽化等のため、2012年より元広島初回編成の区波111型を115系に編入改造した。 区ハ115系2500.2600番台、750番台へ置き換えることになり、区波111から91.139268を含む老朽化した区波が廃車された。113系編入の区波115型を含む編成は R 編成となり、G 編成は消滅した。両端が区波111系800番台の H01。 編成はこの時点では残存した。2015年3月14日より、広島地区で新型車両227系の運転が開始され、従来車の廃車や、宅所への転属が行われるようになった。113系は2015年4月1日時点では、広島支所に P 編成14本、改編成3本が配置されていたが、2015年、紙域は、 P 編成6本が余剰となり、3本は2015年4月7月に下関省運用研修センターへ転属した。P2.12 の戦闘車4両と P13 の MM ユニットの計6両は2015年5月7月に岡山電車区に転属した。残る6両は2015年4月6月に廃車された。 2015年10月から2016年2月にかけて P 編成2本 P6.0911 の戦闘車計6両と怪獣の MM ユニット2両が岡山電車区に転属 P6.0911 の MM ユニット計6両と怪獣の戦闘車2両は廃車された115系のエッジ編成には113系800番台として 残存する最後の区波111から811.812の2両が組み込まれており、2015年10月時点では、下関省運用研修センターに在籍していたが、2016年1月に編成後と廃車された。2016年3月26日のダイヤ改正で、下関省運用研修センターでの113、経営運用が終了したため、P 編成3本が、 広島市所へ再提出した。同年7月には F08 編成が廃車された。2018年10月1日時点では28両が配置されていた。全編成がアーバンネットワーク地区からの転入者であるが、6本は2012年に転入してきたグループで P 編成を、1本は2008年から2010年にかけて転入したグループで改編成を名乗っていた。 山陽本線の海田市し岩国間、呉線、安浦海田市し間と壁線の全線で運用された。広島支社では高速対応は不必要であるため、検査時などに車番を現場へと復帰させている。2018年10月から2019年2月にかけて P 編成6本は岡山電車区へ転出し、開編成1本は2019年1月18日付で廃車され、 配置がなくなった。JR 四国の111系113系第3編成、アラーキー列車四国では、国鉄分割民営化直前の1987年3月23日に、高松駅境出駅間と多度津駅琴平駅、観音寺駅間が電化され、121系が申請投入された。これと同時期に、 瀬戸大橋線開業後の岡山駅直通に備えて、静岡運転所の111系が転用され、4両、編成3本の12両が配置された。配置は高松運転所である。1988年には、廃車の車席復活により4両、編成2本が増備され、111系の総数は5編成20両となった。1996年に6000系があり、 編成投入されたのに伴い、111系の2、編成が廃車となり、111系による岡山直通も原則消滅した。老朽化した111系の置き換えのため、1999年からは、JR 東日本から113系4両編成3本を購入の上で改造工事を行い、翌2000年度までに竣工した。 三編成とも高松運転所に配置され、第一、第二編成は2000年、第三編成は2001年から営業運転を開始した。113系の投入に伴い、111系は2000年度末の2001年3月をもって全廃となった。区派111から29ほか4両編成は2001年2月に塗装が湘南色に復元され、 同年3月31日の最終運用では、高松駅を発車する前にさよなら出発式が行われた。湘南色に復元された、編成の内区波111-3002は、多度津工場に保存されていたが、2011年12月に解体された。113系改造車は、予算線の高松駅伊予最上駅間、土産線の多度津駅こと平駅間、 瀬戸大橋線の岡山駅宇多津駅間で運用されていた。113系への置き換えにより、観音寺駅岡山駅間の直通列車は6000系から113系に変更された。113系は予備車がないため故障、検査時は121系4両が代走したが、121系はトイレがなく側窓が上昇式で瀬戸大橋線で営業運転できないため、 岡山観音時間及びその列車の運用に絡む予算線、土産線の普通列車には必ず113系が当てられていた。JR 西日本管内で運用された時はドアは季節にかかわらず自動であった。2013年3月より第3編成が瀬戸内国際芸術祭の作品として荒木信義によるエロスとタナトスの共存をテーマとしたラッピング車両。 アラーキー列車となっての運転が開始された。この編成は2016年3月19日に運転を終了し、2018年3月31日付で廃車となった。残る編成も2019年3月16日ダイヤ改正により定期運用を終了。2019年3月31日付で第1編成が廃車された。同年八月には、 第2編成も多度津に改装され8月31日付で廃車となり JR 四国の113系は全廃となった。伊豆急行で使用されていた100系の老朽化に伴う置き換えようとして2000年より113系線、番台の4両編成2本が伊豆急行に譲渡され同社の200系となった。これ以降の200系の増備車は115系の譲渡車が投入されている。 塗装は青ベースに白の斜めストライプである。ストライプの入り方は先頭車と中間車では異なっている。2004年より東京急行電鉄の8000系の譲渡車である8000系の投入に伴い200系のうち元113系の2編成は2005年3月に営業運転を終了し同年末に全車が廃車となった。 111.113系の登場当初の図書区は、投入路線の在来車両のそれを踏襲した、ものであった。したがって、東海道本線用には、緑とオレンジ塗り分けの、湘南色、横須賀線用には、青とクリームの、横須賀色を採用した。その後運用範囲が拡大するにつれ、カラーバリエーションも増えてきており、特に民営化後の JR 西日本エリアで顕著で、 あったが、2000年代後半以降は廃車及び塗装の合理化に伴い縮小傾向にある。111系、113系として、国鉄時代と JR カゴに採用された塗装に分けて、記す。国鉄色であっても、JR カゴに採用された塗装については、JR の節で取り上げる。113系湘南色、113系横須賀色、関西リニューアル色強と、 北近畿地区地域食白浜パンダ色。ありがとうございます。